はいじゃそれではですね、えー、本日の入門講座、えー、今日は全体構造編の1回目というかね前、えー、1回ということになりますがまあ全体構造編としてまあ次回の講義からまあ民法をはじめとしてまあ7科目本格的にですね、えー、学習を進めていきますがそれに先立ってまあ法律のまあ勉強の方法論であったりとかまあもしくはこれからまあ勉強する7科目の全体像というのを少し、えー、この1回を使ってしっかり見ていくということになりますで特にあの法律の勉強を初めて学習される方も多いと思いますのでまあ実際まあ持ってくるもの 持参するものであったりとかあとは予習復習の方法とかも含めてですね、えー、ここの中でちょっと説明していくということになっていきますでまずですね最初に今日使うものとしてこのセブンサミットの全体構造編という、まあ、薄,薄いやつが、えー、1冊ありますけれども、まあ、こちらの方も一応あの適宜参照することになりますけれども、えー、基本的にはこの全体構造編オリジナルいじめというやつですね、えーまあ、一応ページ数でいうと1ページから え全部で9ページまでありますが、まあ、この9ページのレジュメを使ってまあ法律学習ですね、えー、これからまあ学習していく、えー、法律学習のまあ全体構造みたいなのを見ていくということになりますで特に今日やる内容っていうのはまあ民法の第1回の内容とも、ね、密接に関わる内容とかになっていくのでまず今日やったことも、ね、しっかり頭に入れながらですね、えー、つないでいただければというふうに思っています,でまずですね でこの1ページのところで、まあ、最初に法律の学習とはという、えー、ところがあるんですがまずあのこの入門講座自体は あの一般的には最終的には司法試験を目指す、えー、クラスということにはなるんですがその入門講座の性質上南関法科大学院の入試であったりとかまた予備試験、えー、それから場合によっては国家総合職試験であったりとか、まあ、法律の論文です、ね、を問われる試験の受験生というのを対象としている形になります。えー、なので、まあ、最終的に司法試験って先ほど言いましたけれども、まあ、例えば国家公務員の総合職試験とかで法律論文が必要となるというケースの、えー、方も一応対象とはなっていますので。えー まあどちらにせよ、すべてあの論文かけてなんぼっていうのがえ最初の1年目の目標ということになります。でその上でですね えこの法律学習の入門という形で、えー、そもそもその論文って何なのかとか、まあ、予備試験ですね特にあの最初にまあ触れておくとですね、まあ、公務員試験とかになってくるとちょっとあの例外はあるんですけれども、まあ、今法科大学院の入試とかを目指している方でも、まあ、基本的にはあの在あの例えば法科大学院の入試の時にまあ予備試験を併願していくという方が非常に多いですで特に予備試験1本で目指される方はもう予備試験目指しても学習するってことになりますが基本的にはクラスの方向性というかね あの一つの達成目標としては大体どんな試験を受けるにしても例えばロースクールっていうのを第一志望にしているとしても少なくとも予備試験の合格レベルにその受験年度に達してるっていうのが理想でではあるんですよねで例えばロースクールの上位で合格されている方っていうのは予備試験にぎりぎり通らなかったけれども予備試験に受かるためにも結構本格的に勉強を進めていってそれで併願しているロースクールに入っていってそのまま勉強している方がやっぱり圧倒的にまあ勉強で多い状況です。であとはまあ他 の公務員試験とかの総合職であってもその法律論文で聞かれることというのは予備試験のレベルというのが、まあ、ほぼもあの科目ですね、出題科目についは求められるので、まあ、1年目の段階でまあ目指していきたいなというところの達成目標としては、まあ、論文をしっかり書き切って合格答案を書いていくということになると、まあ、それはまあ実際アウトプットが必要になるので、まあ、一応、2年コースですから2年目でしっかり詰めていくんだけど1年目の段階でそのまあ予備試験で問われるレベルの7科目の知識は全部入れちゃうということとあとは 論文の書き方の作法とか、論文を書く上での考え方みたいなのを学んでしまって。で、論文基礎力養成討論を使って、その論文を、まあ、とりあえず書ける、自力で書けるっていうところまでは、まあ、目指していくと。まあ、いうところまで進めていきます。で、二年目講座っていうのが、あの、合格答案作成講座っていうのがありますが。合格答案作成講座では、とにかく、その。 論文を書けるという状態に1年目にしていってあとはそれを知識であったりとかもう経験を上積みしていってとにかく安定感のある答案をどんどん作れるようにというね、えー、そういうまあアウトプットが中心になっていきますので、まあ、1年目の段階では、まあ、特に その論文の型みたいいいいなもののを含めてててしししっかりまあ書けるよううににくというのを目標にしていきますでただその一方で今からこれから法律の勉強を始めて論文とは何ぞやみたいな話になってきますので、まあ、最初のところでまあ今から勉強する特に次から民法の学習入っていくんだけれども、まあ、法律の勉強ってそもそもどういうことを勉強するんだっていうことからやっぱりやっていく必要はやっぱりあるので、まあ、全体構造編の中でその法律の勉強っていうもののなんかぼやっとしたイメージっていうのかなそれをちょっと持っていただければというのがこの目的ではあるんです。 ですよねまあ、特にあの入門講座というのは法律の初学者の方を対象とするコースになるのでそうするとまあ初めて法律の勉強をすると、ね、じゃ司法試験とか予備試験のためにはなんか6本これ全部覚えるのが、ね、勉強なんだみたいな、ねえー、だから6本全部覚える作業をしなきゃいけないんだみたいなその辺のところも結構分かんなかったりするじゃない。なのでまあこういうことをやってまあ力をつけていくんだよっていうで場合によってはさっき6本の話したけど6本ななんんて覚える必要ないんですよ結論から言ってねあの論文の試験だったら6本もう対応されてますから6本見ていいので。 まあ六を実際覚える必要はないけれどもじゃあじゃあなんで見れるのに、えー、なんで法律の勉強こんなね必死になってやらなきゃいけないのかとかね、まあ、その辺りのところもまあイメージを湧くというのがどうしても必要になってきますのでそこのところを最初にあの説明していきます。でまずあのこの論文の中で、ね、論文って先ほど触れましたけれども、えー、とまあ入門講座でまあとりあえず持参していただきたいものとしては必ず6法の,の持参 をお願いいしていますで今私のほうでこれ市販の六法ということになりますけれども例例のののつついいいてない六方っててるとなが市販されてますで書店に行くとですね、まあ、あまり固有名詞言っちゃいけないのかもしれないけれども「反、まあ、例のついてない六法」というのはデイリー六法とかポケット六法と呼ばれるようなもので、まあ、パラパラパラっと見て、まあ、何もなんか特別なものが書いてないようなのが通常の六法で反例がついてる六法っていうのは大体タイトルに「反例六法」みたいなとか「反例付き」なんて書いてあるのが反例付きの六法ということになりますがその入国 質問講座で持参していただきたいのは、判例のない方の方を推奨しています。あの判例付けを使っても全然構わないんだけれども、えー、判例とない六法の方が実際引くのが楽なんですよね。判例の付いているものっていうのは、まあ言ってみれば細かな情報とかはばあっと載ってるので。まあ条文によってはね、えー、例えば七百九条の次の七百十条までに十ページぐらいあるとか。えー、そういうケースがあるので、条文を検索するっていうものがある程度ね、しにくかったりするので。えー、まあ持参するにあたってはですね、えー、まあなるべく、え判例のない六法を持ってきていただければ。 と思いますで特に6歩を引く習慣っていうのをとにかく1年目でやっぱ身につけるのが一番大切なんですよねそのもう6法を引いてそれで自分で見つけるっていうでそういう作業っていうのはやっぱりあの講義の中でも比較的多くやっていきますので,で今日は初回の全体構造なので、えー、6法なくても大丈夫なように、えー、とレジュメの中で使うべき条文ですね、えー、についてはあの例えば3ページ以下ですかね使うべき条文は全部載っけていますのであの今日は6法なくても大丈夫ですであとはたまにあ質問としてあるのが6法をあの いわゆるデータのものですね。 そのまた iPad であったりとかあとはまあ,まあタブレットであったりとかでまあ六法データ上であったりしますよね。でまあそれでもいいですかっていうのも結構聞かれるところはあるんですがあの基本的には紙の方がいいですあの別にあの禁止するっていう趣旨ではないんだけれどもあのどうしても試験でまあ対応されるものでは紙なんですよね。であとは六法ってまあ学習のスタイルにもよるんだけれども比較的なんか引いたことがある条文であったりとかまあ重要なものについてはちょっとチェックを入れたりメモ書きしたりするっていうケースがそれなりにあるのでまあなるべく紙代で 大体のものをまあ持ってきてで、1年間で手になじましちゃうって方がまあよろしいかと思いますので、まあ、1冊ですね、えー、紙のものを持ってきていただけると、えー、あのありがたいかなというところではあります。で、あと持参していただくのはですね。各科目ごとにレジュメが出てますので、まあ、初回でおそらくはセブンサミットっていう。まあ本であったりとか。あとは私の場合だとあのレジュメ使うので、まあ、講義メモチェックシート、えー、事例問題集っていう形でまあ、あのまとめておそらくレジュメという形でありますので、まあ、1回そちらの方は持参していただいてで。あの？ ぜひ各科目開講時に、えー、これは使えます、これは使えませんみたいな形で伝えていきますので、まあ、とりあえずあの持参するものはそれだけで大丈夫ですであとは、えー、と予習と復習に関しても基本的には予習は全くいらないという形で講義を進めていきます、えー、なのでもう全く何も知らない状態で来ていただいてとりあえず問題なしです。で でその代わり、まあ、しっかり復習はしていただきたいというところもあるのでその時はまあ講義のには、まあ、民法の1回目の講義とかで、まあ、復習するときにはこういう形で復習をしましょうという形であの復習するべきもの、まあ、大体、講義で使ったレジュメとあとはまあ大体復習用でチェックシートという形の、えー、ものがありますので、まあ、この辺のところのものはちょっと復習しておいてくださいという形で、まあ、復習はお願いする予定ですけれども、えー、基本的には予習というものは特別なことがない限りは予習はなしで大丈夫です。で過去にに今まで1回も予習ししててきてねいいうふうふお願いした ことはまだないので、まあ、今年も予習はなくて大丈夫だと思いますので。ま,あ、まず、とにかく通学で出られる方も、ズームで出られる方も、まあ、通信で受けられることも、そうなんだけれども。とにかく、まあ、長丁場ではあるんですよ。一、まあ、年間、まあ、入門という形で進んでいって、で、合格答案作成講座など二年目講座という形で。まあ、二年間ずっと継続していくので。まあ、その意味では、なるべく、その、続けられるようにっていうこともあるので。まあ、予習はとにかく、あの、全くしたくていいです。あの。 ただ例外は2年目になってくるとその問題演習とかになってくる予習必要になってくるけれども1年目の講座ではあの予習は全くいりませんのでまあ復習の方に注力していただくということになります。であとはですね、えーと まあその意味ではあと講義の中の初回でまあよくまあお話しさせていただくのがまあどちらかというと効果を受ける説明みたいになっちゃうんですが1回目の講座を受けて例えば2回目の講座をちょっと休んでしまったとっいうケースですねで2回目の講座休んでしまったでそうするとまあウェブで見れたりとかまあ あと後日、欠席フォローみたいな形で見れるんだけれども、次の講義までに見れないってケースあるんですよね。どうしても忙しかったりとか、もしくは様々な事情があって、1週間ちょっとね勉強する機会がないから、第2回の講義を休んでしまった、じゃあ第3回の講義どうしようっていうケース、体は空いてるんだけれども、2回目が回ってないけれども、来ていいのかしらみたいなケースってあると思うんですが、基本的には何も気にしなくていいです。普通にあの来てしまって大丈夫というか、全然影響ないですで。入門講座の中で特に 長番になってくると、まあ、1週間だけじゃなくて例えば2週間とか3週間とかのレベルでやっぱり忙しくなっちゃうケースってあってでその間でやっぱり講義がどうしても受けられなくなっちゃってそこが追いつかないっていうケースってどうしても出てくるんだけれどもあの基本的にはその3回目が分からないと4回目が全く分からないっていうような形とかその前の講義が抜けちゃうとそこの講義が抜けちゃうっていうケースはよほどのことがない限りないです。ももちろんん前前ののの講講義義提ととして話するからららいいいずれれはは戻らなななな完璧な理解にはならないんだけれどもその講義1回の段 段階でこの講義でやってることがどういうことなんだろうみたいなことはその、まあ、ある意味その前のことは必要になるけれども単発で分かるっていうような感じになっているのでもしあのそこら辺のところはもう気にせずもうどんどん来てし、えー、まっていいのかなとで抜けてるところはちゃんと後日補うという形で、まあ、なるべくあの出席をするっていうかねあの続けられるようにしていくっていうのが一つコツだと思いますのでズームとかウェブフォローとかもうまく使いながらですね、えー、しっかりと最後まで進めていくっていうのがまあポイントになろうかと思います。 でそれで今日はですね、えー、そんな感じでまた次回からは本格的に進めていきますが、まあ、今日の講義の中では全体構造としてじゃあ少しレジュメの方で見ていきますけれども、まあ、これから勉強する法律の学習ってどういうものかというね、えー、ことをやっていきますでじゃあ論文式試験っていうふうにまあ言われてはいますが、まあ、そもそも論文って何なのっていう話ですね。で これから法律を勉強していくと、まあ、論文っていうとなんか、ね、あのなんか小論文みたいになんか自分の思ったことを書いて、ねえー、私はこう思いますみたいなのを書いて出してそれでまあ採点してもらうっていうイメージが、まあ、一般的に論文っていうとあるんだけどあの法律科目における論文っていうのは全くそういうものではなくてあのあの結論的に言っちゃうと答えのあるものです一定程度。 えー、例えば民法であったら、まあ、誰かと誰かが、まあ、紛争を起こしてるわけですよ貸した金が返ってこねえとかね、えー、勝手に住み着いてるの出てってくれないとかね、まあ、そういうような形でもしくはなんか、えー、車に引かれたのになんか賠償してくれないとかさまざ、あ、まな私人間の紛争っていうのが、まあ、実際に問題文の中で出てきます。 でそれでまあ X さんの言い分はこうで Y さんの言い分はこうでみたいな形の問題があってで X さんとしては例えばお金を払ってほしいと思っているそのじゃあお金を払ってほしいとか金銭請求ということですけれどもそれが認められるかを論じなさいとか。 まあ刑法だったらもっとシンプルなんですよ刑法であればなんかこうさんとおつさんみたいに2人出てきて、まあ、2人か3人になる時もありますけれどもね、まあ、いろんな人が出てきて法に触れそうなうさんくさいことをルルやるわけですで問題文の中でもう法に触れそうなことがたくさん書いてあるとでそれで結局なんか人が死んじゃったりとかねお金がなくなっちゃったりとかそういうことが火がつけられちゃったりとかそういうことをしてるわけですでそれは問題文を実際に読んでその江とおつに犯罪する成立する犯罪を論じなさい という問題だったりしますつまり論文式試験っていうふうに言ってるけれどもあなたがどう思うかではなくて目の前の事件がドンと書かれててでその事件を 要すするに解決してくださいっていう問題で,すでその時にそうすると、まあ、法律ですよね、えーまあ、法律で決まってることがあるんだったら法律ではこう決まってるんだから、えー、お金の請求はできますよとかね、えー、こういうふうなことをやったらこういう犯罪が成立するっていう条文に書いてあるんだから、えー、じゃあこの条文に従えばこの犯罪が成立しますよということを、まあ、端的に結論を出していくと。 まあいうことになりますでもちろんね論文式試験っていうぐらいだからそんな条文だけで解決できるわけの問題が出るっていうことはそんな多くないので、まあ、じゃあ条文以外に何を使うかっていう話はこのあとやるけれども基本的にはその条文というね、えー、で決められていることっていうのを自分なりに適用解釈をしてそれで答えを出すそうすると論文式試験って何なのかっていうと例えば民事だったら、ね、民法だったらあなたが弁護士として法律相談を受けたらどう答えますかっていう話なんですよね。で例えば 刑法であれば、あなたが検察官だったら、このような事件があったら何罪で行きますかと、えー、何罪で起訴しますかみたいな話と基本的には重なるわけですね。で、そうするとそれっていうのは、やっぱりあ条文があれば条文だし、条文がないものについては、まあ、さっきちょっと触れたけれども、その判例といって、まあ、最高裁判所がこういう事件ではこういう判断をしてますみたいなものがあって、でその最高裁判所の判例に照らせば、この事件はこうだろうなとか、まあ、ある程度解決っていうのは、きちんとした そのまあ、実きちんとしたというかね、えー、実務家の人であればその10人いたら10人もしくはまあ10人いかなくてもまあ大多数の人がこの方向の結論になるだろうみたいな問題になってるからそうするとじゃ司法試験とか予備試験とかで問われているような論文っていうのは結局は最高裁判所であったりとか条文であったりとかそういうのに従った場合にどういう結論になるのかってことをまあ答えてくださいで答える時の根拠を文章で示してくださいと。 でその時の文章というものはちゃんと法律家の文章で書いてくださいというだけの話なんですよ。で法律家の文章って何かっていうとこれからまあ勉強していきますけれども、えー、きちんとその。 法的な思考を示していくというね論文の型みたいなものがありますので、その型のに従ってその思考過程を示して答え出してねってことになるので、あのその意味ではだから勉強すればするほど点数がちゃんと取れるようになる試験なので、えー、そこは心配しなくていいです。で、なのでまあここにもある通りですけれども、その予備試験で問われる能力っていうのは基本的には事例問題が出題されます。で、ここでは予備試験というふうに書いてありますが、まあある程度共通的な目標として予備試験合格レベルっていうのをまあ一年目の目標っていうのを。 掲げてますので、まあ、実際に予備試験の合格レベルの答案をすらすら書くっていうのは2年目になのかもしれないけれども。まあ、予備試験の答案を書きぐるだけの知を、ちよ、ちせ、あの知識であったりとか。そういう、まあ、スキルみたいなものっていうのを一応ね、目標にすると、まあ、予備試験というふうに言葉を使ってますが。まあ、すべての法律論文でも、やっぱり事例問題っていうのが中心なんですよ。で、そうすると、事例問題において、まあ、聞かれていることは結局具体的な事案解決ということになります。えー、ですので、例えば、民事系とか、まあ、こう、これからやるけど、民事系っていうのは。 あの民法、商法、えー、それから民事訴訟法といったように、まあ、私人と私人との対立ですね、えー、まあ私人と私人との間でなんか対立関係があった時にどうするか、まあ、民法なんかそうですよね、えー、ある人がある人に金貸したけど帰ってこないみたいにね、えー、も私人と私人との紛争をかその起立するのが民事権で広報系っていうのはこれはあの国家権力をはじめとする公権力と私人との関係が広報系っていうものです。 例えば憲法なんかそうですよね、えー、憲法なんていうのはある詩人に対して例えば表現活動を規制するような条例ができましたでその時には私の表現の自由が侵害されているんだってことが問題になったりするでその時にそれを規制する条例が合憲か判断するなんていう時にはそれは憲法のまあ21条で表現の自由っていうのがあるからそれは詩人と詩人じゃないよねつまり私たち一般国民が公権力によって まあ例えば条例だったら地方公共団体ってことになるけど公権力によって憲法上保障されている表現活動ができなくなるそんなこと許されていいのって問題になるから詩人と詩人というよりは詩人と国家権力のような公権力との間の対立構造になるものが公法系ってことになりますでこれもやっぱり同じで要は相手方が詩人対詩人なのか詩人対権力なのかです。 でどちらにせよ具体的な紛争が書かれてるんですよでどっちかが困ってるか切れてるんですよねでその時にその紛争の経過が示されていてでお互いに言い分があるわけですその言い分が問題文に書いてあってでその言い分を踏まえてどちらの主張が認められるかを検討するっていう形式が多くなりますで刑事系っていうのはどういうものかっていうとまあ大体特定の人がなんかうさんくさいことやってるから犯罪が正義を検討するってことになりますでこのの事例問題が出るっていうのは 特に当たり前の話っちゃ当たり前の話であの予備試験司法試験、まあ、場合によっては国家総合職の試験っていうのはだ何を求める試験かっていうと結局は。 実務化を求めるわけですよねその放送実務であったらど、まあ、ちら司法試験とかであれば放送実務ですし例えば公務員であればその公務員としての実務というものができる人っていうのを登用する試験ということになりますからえ当然相当具体的な紛争っていうものを見てえ適切な処理ができるかっていうことが聞かれるのはあの当然ということになりますので,で特に1年目の講座の中で、まあ、入門ではあの私のクラスでは特にそうなんですが比較的多く事例問題みたいなのをやっていきますので、まあ、そこでしっかり事例慣れていく といいうことがやっっぱり必要になっていきますじゃあ事例を解くきにどういうことをやらなきゃいけないかっていうことですねで、まあ、実際にアプローチとしてはこういうふうなアプローチが一応あってえまず問題,文にな問題となっている事例があった場合その時系列とか人物関係みたいのを踏まえてまず最初に事例の内容を把握しなきゃいけないですよね。 えもう誰と誰がどんな対立が起こっているのかっていうね、えー、時系列とか登場人物を踏まえてまあ事例を分析していくで事例分析していく中でじゃあ当事者としては誰が何を主張しているのかっていうことを考えていきます、えー、それは金返してほしいとかかもしれないし家から出ていってほしいとかかもしれないでそうするとこの当事者の主張っていうのは当然あるわけですがこれが法律上どういう根拠に基づいて、えー、そういうふうに主張しているのかっていうことをまあ検討していくわけです でこれが認められるかどうかっていうのをその事例問題で聞かれるわけですね。でそうすると具体的にやってみた方が分かりやすいと思うんですね。で一応レジュメの方だと二ページ目でじゃあ事例問題って言っだけどどういう問題なんだっていうので、えー、こんなものをちょっと出してみました。えっ、ー、と事例では平成十二年 っていうふうふに書かれてますけれども、まあ、民法が改正されてまして近年ねで一応改正民法を前提とすることとします、えー、例えばこのような日常的なトラブルがあったとします、えー、平成12年の1月5日、えー、X は Y に対して返済期限を平成13年1月5日として100万円を貸し付けました、まあ、簡単に言うとお金貸したわけですよね、えーまあ、1年後に金返すよって100万円返すっていう約束でお金を貸したんだけれども、まあ、一向に返してくれないでそこで X としては 平成30年の10月7日、あすごい遠いですね。えー、もう17年ぐらい経ってますけれども、平成30年の10月7日に Y に対してもういい加減に貸した100万円を返してくれと、まあいうふうに口頭で言ったわけです。で、口頭で100万返せって言ったら、Y としては。 もうすぐ大きい仕事の収入が入る予定だから頼むから年末まで待ってくれと、まあ、いうことを懇願したわけですねで懇願したため、X、としてはまあ分かったとじゃあ年末まで待つわということでしぶしぶ応じましたで、まあ、待ったはいいんだけれども、えー y、つまりその借りた方は X に対してま,あまた一切返済することなく現在に至っているとしますでこの時問題としてはこういう感じです「X は Y に対して100万円返せ」と言えるでしょうかという問題 で例えばこの問題を法律論文の解き方っていう観点で見ていくとまずは、まあ、時系列はこれは比較的なんか読みやすいと思うんで、まあ、平成12年の1月5日にまあお金貸してで30年に1回返せって言ったんだけど年末までえ待ってくれって言っているでだけど返してくれないというまあ状況で登場人物は2人です。じゃあまず そのような時系列はまあ場合によってはまあメモ書きとかしていってもいいかもしれませんがじゃあとりあえず、X、は100万円を返してくれというふうにまあ思ってるわけだけれどもそもそもなんんでで金返せって言えるんですかねすごい実は当たり前のことを言ってるようだけれどもじゃあ100万円貸したら返してもらえるっていうのは法律上根拠あるんでしょうかっていうところからいかなきゃいけないわけ。 そうすると民法っていう、まあ、条文とと民法の中で、まあ、お金を貸したら返してもらえるという条文がなければまず出発しないよね。なのでその条文があるということをまず、まあ、指摘もしくは探してあげる必要があるじゃあ、条文は、ね、あの今回はちょっと示しちゃいますけれども、えーとね、後ろのね9ページに条文がついています。あの実はね条文あるんですよ。 えとまあ、あの紙の六法であれば同じように587条というところにありますがで民法では587条で、まあ、消費対策契約というのがありますで、まあ、初めて聞くことかもしれないけど消費対職契約というのがあってでこれはまあ定義は書いてあるのよ、えー、当事者の一方が種類、品質、数量の同じ物を持って返還することを訳して相手方から、えー、この金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じるとされています。 でそうすると、これというのは要するにお金100万円を貸したら100万円という同じ、まあ、ここですね、えー、種類、品質、数量の同じ物を返すとつまり100万円を借りたらちゃんと100万円を返すよというのを約束して受け取ると、まあ、いうことがこの587条で定められているでそうするとこのようにその当事者の一方がまあ同じ、まあ要するに 種類品質数量の同じ物ってことは100万円借りたら全く同じお札返すわけじゃないからね,、えー、ね投資番号が同じ全く同じお札ではなくてとりあえず100万円借りたら、まあ、同じ金額だけれどもどっかから100万円調達で返すわけですよねそうするとまあ種類とか品質とか数量の同じその100万円っていうのを持って返すよということを約束して相手から100万円を受け取ったでこのことによって効力を生じると、えー、なってますよねで今日はせっかくなので えー、いくつかあの新しいこともやりながらですけれどもあの民法の条文っていうのは、えー、今日の1回目ですで、えー、に触れるとこなんですが必ず要件条文というのはこうなったらこうなるっていうふうな書き方をしてるんですね。でこの587条もこの当事者の一方が種類品質数量の同じものを持って返すよというふうの約束して相手からその100万円を受け取ると。こここここからここまでのところが えと要件になってるわけです、えー、要件になってます、えーまあ、大きく分けると返還することを約束して相手から受け取ることっていうふうに、まあ、分解できますよねそうするとこの、えー、消費対策契約っていうのは要件として、まあ、ちょっと書いちゃうと、えー、587条のこの消費対策契約というのは要件としては、まあ、返すよっていう約束が必要でね まあ同じこのね種類品質数量同じものをや返すよということを返還約束すると返すよということを約束してに受け取るとそうするとこれは今回金銭ですから金銭の授受でこれは要件になっていますでこの2つによって何が生じるかというとその返還約束と受け取ることっていうことをやることによって効力が生じます でこの効力が生じるというのが効果ということになるわけです。ね、じゃあ、この効果って何でしょう効力が生じる。で、そうすると一応、これ、要件、効果という,うに分かれるわけですが、はい、でここで、えー、とちょっとね、話がいろいろとやるかもしれないけど、あのこれ、契約って何かっていう話なんですね。 えとこれから先結構勉強する中でさっと出てきてほしいことなんでちゃんと触れておきますまずね契約って何かです契約っていうのは簡単に言えば約束です、えー、ここで言う通りその返すよって約束をして受け取るといったように、まあ、通常はまあ複数人ってことになりますね、えー、誰かと誰かが話し話した合意をするとで合意をして合意が成立するとそれは契約というものが成立することになるまあこの 金銭消費貸借契約っていうこの五百八七条は、まあ約束して受け取ることも必要になってますね。これは条文に書いてありますよね。受け取ることによってということですから、まあ合意して受け取るということがまあ成立要件ということになりますが、まあ一般的には契約って成立するとどうなるかというと、二つの効果が生じます。え一つは権利義務が発生するんです。え例えばですけれども、えものを買ったとします。え A さんと B さんの間で売買契約といって成立すると、売った人は何ができるかというと、え金払えって言えるようになるんです。 でえ買った人はというと物をよこせというようなんですただパン屋さんでパン買ったらパン屋さんは金払えって契約が成立すれば金払えって言えるねで買った人はどうするか契約成立したらパンよこせっていうわけですつまり契約が成立するとお互いに物をよこせとかあの金を払えといったような請求ができるようになるんですでその効果っていうのが一つでこれはね債権っていうんですねこれまたやります債権の発生原因になります じゃ債権って何ですかって話ですすか話ねこれはぜひぜひ、えー、と今日は初めて聞く言葉も多いと思いますが債権というのは人から人への請求権です。あごめんなさい、えー。人から人に対する請求権のことを債権と呼んでいます。えー、ということは、まあ、端的に言ってしまうと、えー、端的に言ってしまうと そのお金を貸した場合には契約が成立するとその効果として貸した人は返す貸された側つまり借りた人に返せと言えるようになるわけだよね。えいいですよねえお金を貸したで通常まあ返済期限が決まってるんだったら返済期限が来たら金返せって言えるという効果が生じるでこのようにまあ効果っていうのはあの契約の効果っていうのは債権の発生原因と言われていて、まあ、まあ言ってみればですねこの場合だったら 貸主は借り主に返還請求権を持つようになります、えー、貸した側は借りた方に対して返せということが言えるようになるというのがこの契約の効果なんですよで、そうすると話をちょっとね戻すとね 実はあのすごい端的に「借りたものは返せ」っていうのがあの実際の生活上のルールなんだけど法律上「金返せ」って言えるためにはこのことをせ本当は正確に説明しなきゃいけないつまり2人の間で契約が成立したことで2人の間で契約が成立したことによって契約の効果として債権つまり人に対して「返せ」っていう請求権が生まれるわけで現にその請求権があるから「金返せ」って今この X さんは言ってたわけ。 でそうすると、そのことについて実際こういうふうなことをまず、ねえー、条文から判断していくででそうするとちょっと戻ると、ね、戻るとですね <laughs> まあこれはまた追って説明する内容もあるんだけど要は、ね、この貸し付けたっていうのがあのこれは法律上の言葉なんだけど貸し付けたっていうのがその返す約束とともにお金を渡すことを貸し付けるっていうふうに言うんですね。 で今の段階では、ね、初めて聞くかもしれないけれども、この貸し付けたというのが一般的に100万円の返せという約束と、このジュジュ、これをもって、ね、貸し付けあ、ごめんなさい、貸し付けたという言葉で、えー、使います。まあ 全体構造編の場合にはね、特に初めて学習する方は初めて聞くことばっかりだろうみたいなところもあるから、その時にはあの追ってねあの勉強していく中で当たり前のように使えるようになります。えー、まずこのえー、平成12年の12月や1月1日にとりあえず100万円を貸したっていう。 えことがこれで貸し付けたということからえお金の金銭消費代謝契約というんだけど587条の契約が成立したで契約が成立したということはそれの効果として契約の効果として請求権が発生しているだからえこの13年の1月5日にまあ期限が到来すればお金を返せと言えるだから X の根拠っていうのはそういうことなんですちょっとまあ大きく書くとつまり X から Y にとしては結局民法の587条七条え えとまあ、さっきの金銭の最初はちょっと書くでいけどね、えー、金銭の消費貸借契約というのが民法587条で成立しましたで先ほど成立したっていうことは、ねえー、説明しましたねで成立したということは平成12年の1月5日に契約が成立したということは 期限が過ぎた平成13年の1月5日に返還請求ですよね返還請求をしようとしていると返還請求が OK と可能だよということがまず X の請求の根拠ですで X の請求が認められるかということであればまあこれが認められたら終わりなんですよ じゃあどうするかというとじゃあ論文っていうのはなんかねあのもう機械的な処理っていうのはねなかなか難しいんだけど、X、がこういう主張してるじゃあ、y、としてはそれに対して何か反論があるかを考えるんです要するにこれ反論がなかったらもう、X、の勝ちです反論がなかったら返せっていうことになりますじゃあ反論があるかどうかだけどもまあ、y、が言いそうなことを考えてみましょうか まあお金返せって言ってるけれどもじゃあ返してくれねえじゃねえかよと、えー、ででそれ Y としてはなんか返さない理由っていうのが何かないかってことがあるでそうするとこの問題、まあ、よくよく見てみるとやたら古いよね平成12年にお金貸して、まあ、これ返,還期日返済期日つまり、返済期が13年1月っていうことはめちゃくちゃ古いです。 まあ少なくとも、まあね、今から、ね、今令和4年とかになるんですかねそうするともう今からもうこれ何十年前って話ですよねそうするとおそ、まあ、らく聞いたことはあると思うけれども消滅事項って聞いたことありません。 そのお金借りたけど長いこと返してなかったらまあ返さなくてよくなるという制度ですよねで実際にまあ何かしないけどしばらく返さなかったらお金返さなくていいっていう制度が時効っていうのがあってでどうやらこの Y としてはもうずっと返してないんだから返さなくていいでしょうみたいなことはまあ言えそうな気はしますじゃあじゃあこれを言うんだけどその時も必ず法的根拠と一緒に考えるわけです じゃ長いことをほったらかしにしてたらお金を返さなくていいっていう規定が民法になきゃだだよねだからまあ,民法にあるかどうかってことをまずチェックしますそうするとまあ民法の規定は本当は条文を探すんだけれどもえ実はあるんですよねえ民法の166条というところにありますで民法の166条ではこの債権等の消滅事項っていうのがありますでさっき触れましたが債権というのは請求権ですよね だからお金貸してくれという請求権はこの債権というのは人から人への請求権ということになりますからまあお金を貸したら返してくれという請求権はえ次に掲げる場合には時効によって消滅すると書いてありますからあどうやらなんか消滅するんだねということはちょっと見ていくとどういう時にねあの消滅するかというと一応、こう書かれています。 えとこれはね条1項2号って読んできます、えー、上から順番に項あ何条何項何号って呼んでいくので166条の1項1号を見ると債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない時に消滅します。ということは、えー、ちょっと事例をもう一回見ると返済期限が13年の1月5日とされてましたよね。 でということはこれさ権利者っていうのは X さんです X さんが返せっていうことができることは13年の1月5日ですで通常お金貸してる時にこの13年1月5日が弁済期って約束してるんだったら X さんはそのこと当然知ってますよねその期限が来たらそれは返せって言えることは知ってますから、まあ、この1号の権利行使できることを知った時 でこの知ったときから5年間この人が返せと言わなかった場合には、まあ、時効で消えちゃうんだよっていうことが、まあ、何とな書かれてますでちなみに2号だと権利行使できるときから10年だからまあ済期から10年っていうのもあるんだけれどもただ先ほど触れたとおり通常期限決めてお金貸してるときは弁済期が来れば返せって言えること知ってますからですから。 まあ、通常お金貸す側というのはその約束の期限が来たら権利行使できることを知っているものとされますので、まあ、5年経ってるんだったら消滅するそうするとこれっていうのはつまり権利行使できるときから5年間行使しないときには時効によって消滅するわけですだからこの次に掲げる場合というのが、まあ、ここにあるこの1号ですよね 権利を行使できる時から五年でこれが要件なんですよ、えー。次に掲げる場合というね権利行使できることを知った時から五年間行使しなくなるとあ,あ債権消えちゃうんだねということは Y としてはこれを言いたいわね Y としてはこれは言いたいわな。 じゃあ実際そのような要件満たしているか、まあ、つまり法律ではそういうことなのよ条文探すまず自分が求めている条文を探すで探したら要件を満たしているかどうかチェックするんです今回だったら権利行使できる平成13年1月5日から5年間何もしてなかったよねということはこの次に掲げる場合に当たるよってことになるこの事例ではねということはその時の効果は債権消滅するよね だからあなたは返してって言えなくなるよっていうことをそのちゃんと一個一個言っていけばいいってことつまり条文をまず探すこれは求める法的効果に対応する条文を探して要件チェックしてその要件に当てはまることを認定するという作業をすればいいんですそうすると今回だったら、まあ、Y としては返してって言いたいよね で、Y としては返してって言いたいから、あ、これ逆だえ。返したくねえと思ってるから、そうすると、この人は、民法166条の、これ、11ってこれ、1個1号っていう感じで使います。これまた、あの、説明しますけれども、166条1個1号というふうに読みましたがえ、この時には、えー、今回は、えっ、ー、と、弁済期。あ、ごめんなさい。平成13年の1月15日。 このベンというのはベンサイっていうことですね。まあ平成十三年の一月十五日からとりあえず五年経ってるでしょ。ということになると、じゃあこの要件満たしてるよね。百六十六条一項の権利行使できる時から五年間まあ権利行使でないとということですね、えー。権利を行使できる時から。 ごめんなさい権利行使できることを知った時からねねごめんなさい、ねえー、権利行使ができることを知った平成13年1月15日から5年間経ってるよとで5年間経ってるんだから、えー、そうすると法的効果としては、えー、結局時効による消滅と。ということが言えそうです。ということは Y が反論として言ってきました。 ここれれでで X のの再反論がなければ Y の勝ちとということです要はキャッチボールなんですあの民事紛争というのは X は金返せでこれ法的根拠をつけて金返せで Y は返さねえという法的根拠をつけて金返さねえでこれに対する X の再反論があればまた X が X のターンになりますで X の再反論がないんだったらこれでもう Y の勝ちですから金は返さなくてよくなるというまと、あ、なくラリーなんですよね じゃあ今度 X の側からこの時効による消滅っていうのを何とか防ぐことっていうのはできないかっていうのを考える。で当然これはこういうふうないわゆる主張反論の攻防みたいな枠組みみたいなものを勉強するのが、まあ、事例問題を学習するまあ本当にポイントなんですよね。じゃあこの時なんとなく生の主張からしてなんか時効時効言ってるけれどもそんなことは許さんぞみたいなことっていうのは問題文の事例からもあるよね。この人さ なんんか年末ままで待っっってててくれって言ってませんその平成30年の10月の7日ということですね平成30年の10月の7日にもういい加減百100万返せっていうふうに何か言ったらなんか知ないけどもうすぐ大きな仕事の収入が入るから待ってくれというふうに懇願していますつまりこの人を金返すって言ってるじゃないですかでそういうふうな人がまあ何とか時効が完成したって言ってるけどそもそもこの人っていうのは借金してることを認めてるよね まあ少なくとも例えばこれね、えー、もうすぐ大きな仕事の収入が入るから頼むまで年末まで待ってくれっていうふうにこの言ってるってことはこの人自らが自分がお金借りてることを認めていますよねでお金を借りてることを認めているっていう場合にこれも知識として持ってなきゃいけない。あのね、時効というのは一つ、えー、ルールがありまして、まあ、ここはちょっと書いちゃうけども。 あの自分が負っている借金とかの,あの請求権を負っている時債務っていいますつまり自分が100万円借りているってことを債務を辞任してますよねで債務を辞任しているということはこの大きな収入が入る予定だから年末まで待ってくれっていう事実からえ言えそうなんです。 えーまあ、ちなみにですけれどもなんでこの話をしているかというとですね条文を最初に示しちゃいます、えーとね、9ページに戻ると民法152条というのがあります、えーまあ、で実際分かんなかったらこれ条文を探していくことになりますでただ152条を見ると権利の承認があった時は時効はその時から新たに進行を始めると規定されていますということはこの条文を見ると権利の承認があった時が要件です で権利の承認というのは、まあ、要するに相手がお金貸していることを認めるということですよね。ということはなんかこの152条を見るとどうやら X がお金貸していることを Y は認めてます認めてるときにはこの効果が生じるんですね、えー、その時から新たにその進行を始めるとされているでこの新たに進行を始めるというのは一応さっき言ったこれが要件・効果ってことになるわけだけどじゃあ このの効果っていうのは、まあ、この新たに進行を始めるというのはこれからまあ勉強するけれども時効というのはあのリセットされますでこれをね時効の更新というんですその何か時効の,その、まあ、ある特定の自由が生じたときには時効というのはリセットされます、まあ、だから例えばですけれどもあの50年前とかに借りた借金でも時効にはかからないっていうことは普通にあるんですあの例えば時効完成するのが例えば5年だけれども毎月毎月分割払いしているケースです 例えば毎月毎月分割払いしてる人っているわけです100万円借りて毎月500円ずつ返してるでその時は500円返すたびに自分の債務認めてるんだよねだってそうじゃなかったらお金払わないでしょですから毎月毎月500円始めて払ってるっていうことはその500円払うたびに相手の権利を認めてるっていうことになるそうするとこの152条の条文っていうのは要するに毎月毎月時効リセットされてるのよだからいつまでたっても時効って完成しないんですよね で、このことを定めたのも百五十二条で、その新たに進行を始めるって書いてあるけども、これは一般的に。時効の更新と言われてます。時効の更新と言われていて、まあ、すごい砕いて言うと、リセットです。ということは、エックスとしては、あんた認めたでしょってことでしょあんた認めたんだから、時効はリセットされるんだっていうことが、まあ、言えな言える可能性があります。 ででこのようにその生の事実から法律を使って要するにその議論していくっていうのがまあ論文なんですね特に民事系ではねでその時にやっぱり重要なのは繰り返すけれども条文見た時に具体的な事実がこれに当たるかどうかっていうのをちゃんと言っていくわけだから権利の承認があった時は時効はリセットするよって言ってるからじゃあ権利の承認があった時に今回当たるかっていうのをこの事実で認定してきますじゃあちょっと見ていきましょうか じゃあでさっき私がねその権利の承認があったよって言ったけれどもこれあの一応すごい細かい話しますこの事実でこの年末まで待ってくれっていうのは本当に権利認めてるんですかねこれはちょっとどうしゅどちょっちも細かい話権利を認めてるんですかねだってね年末まで待ってくれってさ別にそれお金返すの待ってくれっていう意味なのか分かんないですよね えもしかしたらなん,かなんか今度会うのは年末まで待ってくれなのかもしれないしねえ分かんないですよねこの,この発言だけではよく分かんないけれどもちょっと細かいんだけどこれは前に書かれているる発言との対応で意味が出るよねつまりいい加減に貸した100万円を返してくれという発言があってその発言を受けて年末まで待ってくれって言ってるんです。ということは。 この100万円返せという口頭での催促に対応する形で年末まで待ってくれということはこの年末まで待つというのはそのの万円をを返すのを待つといいううふうにししか読めないでしょだからこれは100万円の権利を承認しているんだってことこなんですだからなんかすごい変な問題かもしれないけど実はね法律の勉強ってすごくなんか抽象的な議論のように見えて実はすごく当たり前のことを当たり前のように書いていくっていう作業だったりします。 だから特にまだねあの論文とかを書いていくときに結構ね慣れてない人はこれで年末まで待ってくれということから権利の承認をしているっていうふうにバッと書くんだけどそれじゃ全然足りない待ってくれって言葉は権利を承認していることには直ちにならないでしょ。という要するにこれは前の人が100万円返してくれって言ったからこういう発言が出てきたということはこれは権利を認めたことになるんだよっていうことをちゃんと言うわけです。そうするとこれで要件満たしたしね この人は100万貸したっていう債権を認めたことになりますから、まあ、リセットするんだっていうふうな形になる。そうするとこの話はちょっとまた次にいきますけど X が Y に対してじゃあ今度は民法の152条で、まあ、どうやら、まあ、権利の承認があったから つまり時効更新、つまりリセットがなされている。リセットがなされているってことは、という形の Y からの反論が出てくるはずです。 で、一応こういう風な形で、えー、問題とは行ったり来たりしていくことになります。で、ちなみにここら辺でちょっと次のね。あの話いっちゃうんだけど、あのちょっと話一回別なところに行ってからまた戻ってきますけど、そうすると今度は y がこれに対して有力な反論が立つかなんです。いいですね。ここまではもうキャッチボールです。で、じゃあ一つありえる。反論は私は認めてないっていうことはなさそうだよね。どうやらさっき言った通り、このやり取りからすれば。 100万円返せっていうやり取りに対して、えー、お金を返すのは待ってくれって言ってるわけだから、まあ、少なくともこれは権利を認めてるだろうっていうことにはなりそうだじゃあじゃあこれでもう Y として打つ手がなければ負けです Y の要するにキャッチボールでいうともう X の攻撃みたいになってますから X の攻撃で通っちゃえばもう X が勝てると だからまあ本当になんか行ったり来たりしてどっちのゴールに入れるかって話なんです。じゃあ Y として反論何かないかというとこれはあのまだ入門講座の段階ではあのまだ始まってない段階では出てこないと思うんでこれは私の方でちょっと触れとくとあの実際この時効の承認っていうのリセットっていうのは本来は時効完成する前にやるんだよ。いやね時効が完成する前にそのリセットするからゼロに戻るんでしょ。 とということは本来だったら時効完成するのが、まあ、今回、時効による消滅ってことだけど平成18年の1月の15日これが時効完成の日ですよね。えー、平成18年の1月15日ってことになります。そうすると権利の承認があったのは本件では Y からの反論になるけれども平成30年の10月7日です。これは まあ、y ととししてては当然反論としてですね Y の反論としてはこういうことになりそうですえ平成30年の10月7日この権利の承認というのは時効完成後に出されたものであるとで本来だったら時効完成する前にリセットしなきゃいけないだからよく時効が完成しそうだっていう直前にみんな裁判やったりするんですよ時効完成しちゃまずいから裁判やったりして時効をリセットしたりするんですということはこれ時効完成後じゃねえかと この X はこうやって言ってるけど、えーね、この権利承認したなんて言ってるけどもこれは時効完成後だじゃあ時効完成後になされたものであればそもそもこれは時効のリセットはなされないんだっていう反論が立ちそうになりますよね。はてだっててっ書いてきますでそうするとこういう形でいろいろとまあやり取りをしていくわけです。でやり取り取をしていく中でどっかでどか 争点が出てきますで今回の問題は結局時効完成後に権利を認めた場合その時に時効の,まあこの更新なり何らかの効果が生じるかが争点だよね。っいてい、ねまあ、言ってみれば金返せえ時効期間過ぎたよいやいやあんた認めたでしょっていうやり取りの中でいやいや認めたけどもそれ時効完成後だよっていう本来だったら時効完成前だったらなんとなくねリセットされるけれども時効完成後になされたものだと。じゃこれは一体 例えば、Y としてはその時効完成後になされたものだから結局はね、影響なしだよという主張を多分 Y としてはしたいんです。<laughs> じゃあこれについて どうなるのかっていうことについてが最終的に争点になる。だからイメージとしてはね、ボールの投げ合いでどっかでボールの取り合いみたいになるんですよ。ボールの押し込み合いになるんですよ。最初はなんかキャッチボールみたいに相手のところで相なだからイメージとしてそんな感じですね。ボール投げてボール投げてでで相手がボールをなんか返せなくなったら負けなんだけど、どっかでなんか押し押し込み合いみたいになるんですよ。そうすると例えばこれだったらこの権利を承認したでしょ。いやだけどさ自己完成後にされてるでしょ。 で自己完成後にされてるってことはこれリセットされないよっていうことを言うわけだよね。じゃでもその自己完成後に権利承認した場合どうなるのかってことは条文に書いてないんです。条文に条文に書いてあればね。またで、ね、条文書いてあるじゃんで終わるんだけど、えー、実はこの自己完成後になされたものについては条文に規定がないとすると結局この問題ってどうなるかっていうと。 まあ今回権利に合わせます、まあ、時効が完成した後になされた権利承認というのはどんな効果があるのかということでこれは煮詰まってきますでするとこれの根拠というのは条文にはまあないんですでこれが争点だよってことになります だからまあもしかしたら少しねなんか法律の勉強をかじったとかもしくは法律の勉強をやったことある方はあの論点っていうのを覚えたりする学習っていうのもあるんですよねあの論点のを覚えてなんかそれに対するなんか論点の書き方みたいなのを、ままあ、頭に入れて吐き出すみたいなねそういう勉強もあるにはあるんだけれどもあの実はそこに行くまでが重要なんですよね結局こ,これはだって最終的に覚えなきゃだめですよ 最終的なこのの完成後にあたされた権利承認の効果は何ですかっていうことはこれは最高裁の、えー、判例があるのでもう最高裁の判例を覚えてそれを使わなきゃいけないんだけれどもただそこに行くまでの争点形成を的確にできるかっていうのがあの実は重要だったりしますなので、まあ、一応争点はこういう形です出てくるとでするとですねこの問題は結局時効完成後になされた権利承認というものにその 事項について影響があるかどうかでどっちが勝つか決まるっていうことになりそうだよねじゃあそうするとこの事例問題っていうのはなんか難しそうに見てるけれどもこれをなんかねやるために必要なの結局こう行き着くわけですよその1ページに戻るけれども、まあ、事例の内容をまず把握しましょうで当事者の主張をまず条文と一緒に考えてみようそしたら反対当事者も何か言いたいことあるで反対当事者の言いたいことは何か 根拠条文も一緒に考えてみようそうするとどっかでぶつかりますでそうすると争点が決まるんですで争点が決まるでそれが一般的に、まあ、論点なんて呼ばれるもので争点が決まったらどうするかっつったらこの争点に対する判断をしていくと争点が抽出された場合には最終的にそれに対する判断をしていくってことになりますじゃあその判断の仕方というのはどういうふうにやっていくのかとするとまあ結論から言うと条文判例学説って順番 で条文とといううのはもう条条文文に書いてあるることですでそうすそ一応まず条文があるんですで条文があってで条文で適用ができないときには最高裁判所が同じような事例で使っている判断がありますでその判断に従えばこうなるだろうということを言っていきますで中には最高裁の判例がないものもありますもう完全に未知の領域 で未知の領域のものはおそらく、まあ、出ませんのであの未知の領域のものはそこまでがっつり聞かれることはないけど仮に未知のものもが出てきたら自分で考えるしかなないいですだだ最高裁の判例ないんだでも自分で考えることはまあ当然学習者にとってはできませんから、まあ、有力な学者さんであったりとか、まあ、そういう先生たちが言っているその学説みたいなものを知っていればそれを使うって順番なんです。でこれは例えば まあ学部での試験であったりとか、まあ、大学での試験とかであればその、まあ、教授の先生が教えている学説っていうのがあってその学説でもいうのを乗っ取って書いていくっていうことはもちろんあので十分あり得る話なんだけれどもただ一般的なその実務化登用試験だったらまず優先されるのは裁判所ならどうするかでしょだって法律相談を受けてさ「まあ、私はこう思いますよ」っつってるけど判例と違うことを言ってさ裁判,裁判行ったら絶対に違う結論出ますから。 まあ今、裁判やったらこうなるよとかそれをちゃんと説明できなければ民事も刑事もまずいわけだからまず優先すべきはもう条文判例で条文判例がないときに初めてその未知の領域で学説というのを用いていくという形になりますで一応そうするとですねちょっと話を戻していくとそうするとね結局のところ条文を正しく読めることそれから判例を正しく読めることに尽きるんですこの事例の処理の仕方でが分かれば。 で今日はじゃあ条文の読み方と判例の読み方っての前半後半でやっちゃいますでまずそうするとこの事例はこれ結果どうなるかは最後にやります、えー、結果じゃあ時効完成後になされた権利承認で時効の、まあ、何らかの時効のリセットであったりとか時効,が時効消滅を防ぐと時効消滅を防ぐということができるかどうかということについては、えー、まあ講義の最後にやっていくことになりますが、まあ、で結局このように。あの 事例問題の特にあたってはまず条文が読めて判例が読めるってことが必要になるじゃあちょっと簡単にねこの前半で条文のあ当たり前の読み方だけちょっとやっておきますでこれはもしかしたら知ってる人は多いかもしれないのでああのまあ、日常的に使う言葉もあったりするのであれなんだけれどもただ あの初めて勉強する方は意外と知らないことかいうケースもやっぱりあってそれは最初の段階で、まあ、変な間違った知識で言っちゃうとあのかえって、ね、混乱しちゃうからあの最初からしっかりやっていきますあの条文というのは基本的には先ほど説明したように何条何項何号というみ方をします。 ですから例えばここに書かれている19条1って書いてあるのは19条1項と読みますで19条1項で,でそうすると次に掲げるものは没収することができる1234って書いてありますよねそうするとここで書かれているのはこれは例えば次に掲げるものは没収できますよで1犯罪行為を蘇生したものっていう時にここを指摘する時には19条1項1号例えばこの2 のところは19条1項2項みたいに何条何項何項っていうふうに言っていくことになります6法の場合でもまあ同じように条文引くときには何条何項何項と読めるようにそうするとこの丸二って書いてあるところはこれは19条2項ということになりますねあごめんつまりこの憲法あごめん刑法19条があってで 1, 号あごめん1項2項って分かれていると。 で,そこの中でさらににで 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5ってて分かれいいるととうことになりますで特に間違いやすいものを言っとくと、まあ、これ刑法の条文の意味は別に気にしなくていい次に掲げるものは没収できますよえ犯罪行為を蘇生したものとかはもう没収されるよって書いてあるんだけどあのここの読み方ここ次に掲げることものは没収できますよという部分についてあのたまに19条1項本文っていう人がいるんですよね。 でこれはあの法律の言葉として不正確これは柱書きと呼びますつまりこの1号2号3号4号みたいなところの前の段階でボコンとあるものは基本的には柱書きと呼ばれてますでこれは本文とは絶対言わないようにしてください、えー、どうしてかというと本文っていうのは別の時に使えます、えー、ちょっと触れておくと19条ちょっと練習のためにねやってる十九条2項をちょっと見ていただくと19条2項というのは文章が2つありますよね 没収は犯人以外のものに,属し,ないものにあの属しない物に限りこれをすることができるただし犯人以外のものであっても犯罪後に、えー、情を知って習得したものはこれを没収することができると書いてありますよねでこの19条2項は2つの文章でできてますよね何とかであるただし何とかであるみたいに書いてあるでこのように法律の文章は「ただし」というものを挟んで2つの文章でできていることがあるでこの時の時 前半が原則なんですよつまり没収はこういう時だけしかできないよで犯人以外のものに属しないものに限りこれをすることができますとまあいうふうに書いてあってまあちょっと日本語が複雑なんだけどこれは要は犯人の物となんかあの遺留物みたいなものですね。 犯人の物物とか遺留物みたいなものだけできますよとでただし犯人以外のものであっても犯罪の後に知りながら持ったものは没収できますよって書いてあってこの正し書きで書,かれている正しで書かれているものが例外なんですよ <laughs> え原則こうです例外こうですみたいになっているものがこの本文と正し書きの関係と言われてますですからあの本文っていう時には必ずこの「たし」と「セット」です だから19ってこの上の方を19条2項本文って言うんですでこの例外に当たる方を「まあだし」がついてるからね「正し」がついてるので「正 <laughs> し書き」というふうに言いますなのであの細かいけど「柱書き本文正し書き」っていうのはちょっと違うのでねしっかり押さえてねあの柱書きって言ってる時にはこのように「 1>, 1号2号3号4号みたいになってる前にこうボコンと乗ってるものが柱書きですで本文っていうのはこのたし書きとワンセットになってる時原則例外みたいな書き方をしている時に本文正し書きという関係を使いますでちなみにさらにもうちょっと踏み込んでいくと本文正し書きっていうのは要は原則と例外の関係 えと原則と例外ののの関係を述べたのが本文の正しがきでそれに対して似てる言葉で前段後段ってのがあるんですで前段後段ってのはただ2つのの文並べただけ対等関係の時ですつまりこの十一条憲法21条2項でさ検閲はこれをしてはならない、えー、通信の秘密はこれを犯してはならないっていうふうに2つ書いてありますよねでこの2つは別に2つのことを並べてるだけなんですね えー、2つのことを並べてるだけで検閲しちゃダメだよ通信の秘密は犯して駄目だよっていうふうに書いてあって別に原則例外の関係ではなくてあの対等の関係です並列対等の関係 <laughs> に立つときには前段前の方前段後ろの方は後段っていったりします。 でこれはね勉強してる上ではそんなに苦はないんだけどあの、まあ、仮にねあの論文の問題とかだと書くときにこの辺の言葉遣い違って書くとやっぱり違和感すごいんですよね。えー、なので、まあ、このように第特にたまにですけどこれ「第1文第2文」とか書いちゃているんだけどあの法律の使い方としてはあの2つの文章になっている時は「あの21条2項1文2文」とは言わずに21条2項の前段後段というふうに2つの文章を分けている時には言うことになります。 でさらにここまでがその法律文の読み方のルールです、まあ、とりあえず、まずは項何条、何項、何項、えー、柱書きという概念それから本文、正し書き前段、後段というのは区別できるで今度は意外なものとして法律用語であのちゃんと条文の読み方が変わってくるよというところを見ていきます、えーとねまあ、これは、ね、知っとくといいまたはともしくは、えー、と日常生活だったらまたはともしくはというのはどっちも英語で言うと or ですよね、えー、だからあまり使い分けをしてないんだけれどもあの法律の世界ではこのまたはともしくはというのは明確に区別されてますまず結論から言いますまたはというのがでかくてもしくはというのがちっちゃいんですで多分それじゃようわからんというところもあるからちょっと条文見ようなんかよくなんか見慣れた見慣れちゃ困るんだけど殺人罪という条文があるんです199条これを見ると人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役にされると。 まあこれも実は要件、効果になってますよね。人を殺すとこんな目に合うよっいう話です。えー、要件が人を殺すこと、効果はこういう刑罰からよってことですねで。この時にまたはともしくはってのが書いてあるんだけれども、あの厳密にこれはねちゃんと使い分けがあって、このもしくはっていうのはちっちゃいんです。つまり、無期もしくは5年以上っていうふうな形ですね。えー、無期もしくは5年以上の懲役。 で「または」っていうのはでかいんですよイメージとしてはこういうイメージあごめんなさいきれいこちし,しょうかつまり死刑または懲役ってすごいでかいんですよいいかなだから例えば こういうい関係になってるんですよ <laughs>、えー、死刑または無期もしくは5年以上の懲役みたいになっているきにはこの「もしくは」っていうのは無期と5年以上つないでるんですねだから要するに懲役の年数が無期,か無期懲役か5年以上の懲役だよって話でこの「もしくは」っていうのは小っちゃいものをつないでいて、えー、無,し無期もしくは5年以上の懲役で,でこの「または」の方は死刑または無期もしくは5年以上の懲役をつないでます だからでっかく言うと死刑と懲役が結ばれてるんですよ、マタワは。マ、ま、タはのところはこの死刑と懲役がつながってるんですよ、またはで、ね。死刑または懲役になるよと。ということで、マタはというのはでっかくてで、無期もしくは5年以上というのは、もしくはでつながってて、えー、無期もしくは5年以上というになったりする。ふーんって感じでいいですかね、これはね <laughs> あの。慣れてくれば自然に使えるようになります。で、これはね、あの使い方としては一応知っといたほうがいいです。その 読むときに何か結構長い条文になるとどういうことを言ってるのかっていうのを日本語としてちゃんと読まなきゃいけないときにあのもしくはってのがちっちゃくてまたはってのがでかいよっていうのはぜひえこれはちょっと入れといてくださいでちなみにおよび並びにこれも同じような関係がありますおよびがちっちゃくて並びにがでかいんですつまりえこの会社法355条ではまあ取締役っていうのは法令定款株主総会決議守れって書いてたんです でちなみにここで出てくる「定款というのは会社の内部的なルールだと思ってください、えーまあ、要するに取締役になった人っていうのはちゃんと法律守りなさい会社のルール守りなさい株主総会の決議があったら守りなさいっていうことで、まあ、守んなきゃ見けつ書いてあるでこれもまたはとあのおよびとも並びにわざわざ使い分けてるよねこれには意味があるのこれもやっぱり同じこの「および」がちっちゃくて「法令および定款 なんですね、ちっちゃいんですよ、およびが。法令および定款、ならびに、なんだよね、ならびにあ、ごめんなさい、株主総会決議を守れと、まあ、いうことです。だかからこれなんかは結局 まあこんな感じですね A&B&C っていう関係で,でおよび並びにという形で使い分けているということになります。で,でこのように使い分けてるんだけど。あの 正直このおよび並びにっていうのは安堵だから別に意味変わんねえだろうって気もするんだよね。あのただこれ意味があってなんでこっちをおよびでこっちを並びにしてるかっていうのは一応立法する人は一応こう考えるわけ法令と定款ってこれ何かっていうとルールーなんですよつまり法律っていうのはまあ一般的には国会が作ったルール定款っていうのは会社が作ったルールつまりこの法令および定款をこうってくって、ま、一緒にまとめてるのは要するに作ったルールを守りなさい。 で、株主総会決議っていうのは、これらと違うでしょ。A. と B. と C. って、完全に全く同質なものじゃなくて。これは法令定款っていうのは、作ったルールを守れっていうカテゴリーで。株主総会決議っていうのは、決め事を守れって話でしょ。だから、三つのことをま、ま守るんだけど。A. と B. というグルーピングは、やっぱりあるわけ。だから、ここをあえて、及びにしてんの。だから、法令及び定款っていうみんなの決め事と。みんなで決めた、あ、ごめんなさい。法令及び定款っていうルールと。 法律とか定款というルールとそれからみんなの決め事を守りなさいという形でこうやってはあの一応区別があるという,ふうにされていますであまり意味がないような話に見えるけれども後々になってくるとね、えー、これをしっかりあの使えるかどうかというのは結構意味が出てくるので、まあ、ちょっと聞いておいてみ、えー、てくださいこういうのがあるよというかねだかま,たはがでかくまたはもしくはまたはがでかくて、えー、および並びには並びにがでかいみたいな、ねまあ、こういうふうな形になっていますであとはねちょっとこの辺は去っとやっちゃいます 時時と時 <laughs> どっちも時なんだけどこれはあの法律の解釈によって非常に重要時っていうのはこれは時間のことを言いませんこれは何とかの場合って意味ですで時っていうのは本当にその時点って意味ですだから例えば、えー、ここにもあるけれどもえっ、ー、とこれだね 両議員の協議会を開いても意見を一致しないときは、えー、この衆議院の議決を国会の議決するなんていう憲法の規定ですけれども例えば予算で衆議院と参議院で異なった議決をした場合に法律の定めるところによって、えー、両院協議会を開いても意見を一致しないときはっていう参議あ衆議院の議決を国会の議決をするとしているけれどもその瞬間という意味で使って,ますその瞬間ってい意味で使ってないんです。 で実は、ね、これはさっきの条文ちょっと見ましょうか9ページの条文を見ると例えば、このさここあえて「時」って使ってるでしょ166条,16条の 1, 号1個1号でさ債権は次に掲げる場合には時効によって消滅するっていうふうに書いてあってですね債権、えー、者が権利を行使できることを知った時からが肝心になってるでしょ。 これはそそのの瞬間かかららってでですす時点なんですよでつまり権利を行使できることを知った時点から5年間経過しない場合っていうことですこのキラガの時はだ明確に使い分けてるでしょその債権者が権利を行使できることを知ったその時点から5年間権利を行使しない場合には時効で消えますって意味なんですでしかもこの下もそうでしょ、えー、と時効は権利の承認があった場合にはなんですよ えこ,のこの時もこの時とこの時違うんですよ。えー、その時効というのは権利の承認があった場合にはその時点からリセットしますっていうことだからひらがなで使っている時なのか漢字で使っている時なのかっていうのは意味が違ってるんですよ。いいで,す、ねで まあこの辺のところは、ね、あの法律のなんかルールである意味外国みたいなところがあるのでそこはまあ練習していけばいいんだけど、まあ、こういうちょっと細かいところっていうのも、ね、ちょっとこだわっていくというのもいずれは出てくるわけです。であとはね必要なものを1個だけやります。あの推定すると見なすというやつですでこの。この言葉は今日の講義の中でいろんな言葉遣いやったけれども今後、一番汎用性が高いもので、今日前半ここまでといここて感じでいこうかなと思っているんですがあの推定すると見なすというのは <laughs>。 全く違うものです、えっと、まずどっちもなんかニュアンス日常的に使うよね何とかと見なすとか何とかと推定するっていうとそういうものとされちゃうよみたいな意味でしょイメージとしては何とかとそういう風なものと見なすようなんていうけどあの実は全然違います、えっと、どう違うかというと例えばこれはねちょっと難しい条文なんだけど「占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定する」っていう規定があります。 でこれはどういう条文かというと有っというのは自分が持っているほ保持しているとかいうような戦友というんですよでそうすると占有者が占有物に対して行使する権利というのは例えば今私が6本今手元で占有しているわけですでこれについて私が何かを権利行使すると。 これを例えば売ったりとか、ね、処分したりとか、まあ、この占有者この占有者はだから六法私が今手元に持っているので,それでは6法の占有者は私ですで6法の占有者がこの占有物、えー、手元に持っている6法についての権利を行使するときにはそれは適法なものであるという推定が働きますでこれはどういうことかというと物を占有しているってことは、まあ、一般的に考えればその人が権利者でしょ ですね、6法自分が手元に持っているんだったらその人は一般的に見たら普通に権利者であるからというふうに考えるのが通常だから私が占有者である私がこの6法を、まあ、例えばですよ人に売ったりとか、えー、場合によってはそれを読んじゃったりとか燃やしたりしてもそれは適法なんだと、えー、その権利は適法なんだという推定が働くということですがでこの推定するっていうのはそういうふうに一般的に考えられてるようなものについて使うんですがあのこの推定は覆せます。 つまり私が今六法を手元に持っていてそれについて何かこの六法を売ったりとか読んだりとか権利行使しようとしてる使用しようとしてるとただし私が無権利者だったらその推定は覆るでしょだから例えばこれが私がどこかから盗んできたもので誰かがお前盗んだだろうみたいなことを証明されれば私は当然これは正当な権利者ではないわけですよね。ということは「推定する」って書かれている時は推定が覆る可能性があります。 つまりそうではないことを相手方が証明した場合にはそのことはひっくり返ることができますですからこの占有者が占有物について行使する権利は適法だっていうのが推定されているので何も覆す事情がなければ私が占有している六法を処分してもそれは適法だということになります誰も何も言わなきゃ推定ってそういうもの簡単に言うと誰もそれを覆すものがいなかったらそう扱うよってことなんです だから、えー、例えば、誰も、ね、文句を言わざないと私が今、6を占有していて実はもしかしたらこれが盗んだものかもしれないけれども、えー、あ違いますよ、これ一応私のものですけど盗んだものかもしれないけれどもそれを例えば私が占有者として誰かに売ったとしても誰,がな誰も何も言わないと誰もそれはお前のじゃねえっていうことを言ってくる人がいなければそれは私が適法に売却でできるんです。売却したものと扱われるんですよ。 ただし売却する時にお前待ってそれは俺のもんだろうってことで所有者が出てきてお前,お前盗んだだろうみたいなことが出てきてそれで推定が覆れば私は権利者では当然ないっていうことになっちゃいますなのでこの推定するっていうのはまあイメージとしては覆る可能性があって覆すものがいなければそう扱われるってだけだから推定は覆るなんてことがあるわけですで,でということはこの推定するっていう言葉からもなっており 覆るはごめんなさい、推定を、ごめんなさい、覆る,るかな、推定が破られる場合も、ね、推定が破られる場合があります。つまり、破られない限りそう扱われるということです。ということは、 ということなんですよ推定は破られる場合があるとで、それに対してみなすという言葉が出てきたらこれはつくつがえるとか破られる可能性ないですもう例外なくそう扱われますいいですかねだから条文見たときにみなすって書いてあるものはものすごく強いですこういうものとみなすみたいなね、まあ、だからこの推定の場合にはね えー、推定が破られる可能性がありますので、まあ、破られない限りそのように扱われますであとは未成年者が婚姻をした時めんなスの場合はそうではなくて破られません、えー、もう破られることはないつまり例外なく つまり、必ずつまり破られることはないですから必ずそのように扱われますでちなみにこの753条の民法の条文は、えーとまあ、未成年者の婚姻の条文ですけれどもこれは成人年齢が引き下げることによって、まあ、削除される見通しの条文なんですが一応、みなすというのが書かれている条文なので一応引っ張ってきましたあの成人年齢が実際に引き下げられることによってなくなっちゃうんだけどあの未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなす。 これはもう未成年者が婚姻した時だからこれは場合って意味ね、えー、未成年者が婚姻をした場合にはそれによって成年に達したものとされちゃいますでこの時に例えばあの私はまだ世の中を知らないから未成年者のままでいたいとか言ってもだめなんですよもうこれはもう何があっても覆らないつまりもう未成年者が婚姻をしたという条件を満たしてしまえばもう成年者というふうにもう例外なく扱われるんでこの「みなす」という規定があった時にはものすごく強い規定 とということになりますで特にこの推定するみなすというものについてはあのこれからの民法の勉強に限らずですね、えー、非常に重要になってくるので、えー、ここはしっかり確認しておいていただければと思いますでまずですね、えー、一応条文の読み方についてはこの辺りでこの「重要する」というのはまた追って勉強しますででちなみに条文の構造というのが、ね、次のところにあるんですが、えー、と4ページですけど基本的には先ほど、えー、触れたものです あのこの全体構造のレジュメはあの使うものと使わないものがあるのであのとりあえず使うところをやるとこの条文というのは基本的に1つの条文で要件・効果がくっついている場合もあるしある条文で要件ある条文で効果になっている場合もあるけど必ず要件とと効果というのができていますでここは常に意識してください。 あの、特に法律の勉強が得意になるかならないかの、結構大きなところが。その条文見たときに、要件は何でしょう。その要件満たすと、どんな効果があるでしょうっていうのを、分けるということです。だ例えば、九十四条二項っていうの、ちょっと、あ、九十四条って見てもらえると、これは民法の一回目で学習します。えー、民法の一回目でやるんだけど、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると書いてあるよね。で、これはもうシンプルで。 相手方と、まあ、通報して行った嘘の意思表示、まあ、例えばですけれども A さんと B さんとの間でこれは民法の1回目の内容ですが例えば売るつもりがないのに A さんと B さんで売ったかったっていうことを、まあ、通報して嘘の意思表示をしたとつまり A さんは売るつもりがないのに売ります B さんは買うつもりもないのに買いますっていうことをお互いにそのつもりないんだよ相手方と通じてした虚偽の意思表示 まあこういうふうな要件を満たす場合だからさっき言った通りですけれども相手方とねその話し合いをしてまあちょっと売ったり買ったりしてないけどそういうことをしねえかみたいな形で通報して真実とは異なる意思表示っていうのをした場合はこれは無効となります。ということはその契約は無効な契約です売買契約は。でこの94条っていうのは要件がこの123として要件で与えらる。 で、この向こうっていうのが、効果ですよね。向こうとするっていう要件。そうすると、結局、この丸一っていうのは。ここまでね。 この3つのつ要件があるわけですよね。相手方と通じてした虚偽の意思表示なんて書いてありますから、まあ、要件としてこの通報の虚偽の意思表示と、まあ、相手方と通報するとそして嘘の意思表示をするという3つの要件がパーツが揃えばその時はその売買規約は無効になるんです。でこのの効効果とと。いいうのは効力が生じないと というふうになってたりします。で、まあいろんな条文を持ってきたんだけれども、あの基本的には条文を読むにあたっては、そのある効果が生じるための要件は何かっていうところに着目することになります。えー、ですからこの九十四条の例でいうと、まあ A さんと B さんでお互い売るつもりもない、買うつもりもないのに、お互いに話し合いを詰めてですね、売買をしたということであれば、それは無効になるということになります。まあ少しあの 条文の構造ってことをやりましたが、ちょっとだけ休憩挟みましょうか。えー、休憩挟んで、えー、少し今度は条文の、えー、構造みたいのを踏まえて、じゃあ、 ちょっとここからは、ねえー、とちょっと複雑な問題も含めてやっていきますが、まあ、条文の読み方とそれからもう一つ、えー、重要なのが判例というのを学習する必要がありますから、えー、この判例についても少し休憩を挟んで学習してで条文の読み方判例の読み方を見てから、えー、先ほどの、ねえー、事例処理のところについての一応の結論をつけながら、えー、少し法律の勉強のなんか流れみたいなのを、ね、ちょっと学習していきましょう。はい、じゃあそれででは一回ここでえ休憩いたします じゃあそれではですね引き続きえ全体構造編の後半ということでえと後半はまあレジュメの方の5ページにあるまあ条文の解釈というところからですねえまずあの条文はしっかり読めるということがまずスタートになりますからえ3ページにある条文の読み方えとか条文の構造というのをまあ前提にじゃあまあ条文をじゃあ読むときにじゃあどういうふうなことが必要になるかというとまあやっぱり条文ってある程度解釈が必要になります。 え例えばですけれども、その条文というのはあのスタートですが完全なものではなかったりするんですよ。そのま条文を用いてまあえ実際事例を解決するっていうのが一応スタートにはなるんだけれども、あの条文っていうのはね完全なものではなくて、まああえてね曖昧に作られていたりします。えー、ま例えばですけれども民法っていうのはま近年ね大大きな改正されたわけですけれども、考えてみたら民法の大元っていうのはねもう明治時代とかなんですよね。 とということはもう100年以上民法生きてるんですよでそうすると、まあ、考えてみたら民法自体が、まあ、ずっとあってでその時にその,その当時なんて自動車だってさ、まあ、携帯とかパソコンとか現在あるものなんか存在しないんだけれども一応なんか成立してるでしょ、まあ、改正はしてるけれども、まあ、成立はしていたりとか、まあ、あと憲法も戦後作られてるけれども、まあ、戦後1回も改正されてないわけですよねで戦後1回も改正されないで生きてるってことはそれだけ条文っていうのはすごい長生きするんだよ。 でじゃあなんで長生きするかっていったらそれだけ、まあ、解釈によってある程度柔軟になるようにできてたりするんですなので、まあ、その意味では、まあ、条文っていうのはその、まあ、あえて時代の変遷みたいなものから、まあ、あえて解釈に耐えられるような形で、まあ、ある程度曖昧にあえて書かれたりするですから、まあ、解釈をする必要ではどうしても出てくるわけです で今回は特にねあの問題にはならないけれどもえ例えば身近な例で言うとですね4ページのところで殺人罪でさ人を殺した者は死刑もまたは無期もしくは5年以上の懲役に処するっていうふうに書いてあるけれどもまあ単純にはそうだなって思うかもしれないけどさあの人を殺すことが余計でしょじゃあ人って何って話になるわけですよ、えー、じゃあ人を殺した者って書いてあるけれども例えばじゃあ、まあ、赤ちゃんを殺せば人っぽいよねじゃあで胎児は人じゃないよねとおそらくは。 まあ胎児っていうのは胎児だろうから、えー、母体の一部でしょうからじゃあ胎児から分娩中の人に対して攻撃加えたらそれは人ですか胎児ですかっていった時にやっぱりそれはこの「人」っていうものの解釈が絶対必要になってくるわけですよね。でちなみにその解釈っていうのはあの憲法法法なななりりり刑民各科目でで勉強すするんです、えー、例えば刑法だったら、まあ、例えば人っていうのは一部露出と言われていてあの母体の一部でも出たらそれで人になるってされてます。 ですからまだ露出してない段階だったら胎児なんだけれどもちょっとでもそこから母体から露出した時点でそれは人になるからその母体から露出した、まあまあ、いわゆる分娩中の状態の人に対して攻撃を加えてその人を死なせればこれ殺人になり得ると、まあ、いうことです。でまあ、理由もあるんですよねあのやっぱり刑法っていうのは その人の生命身体っていうものを保護法益にするわけだからその母体から独立して攻撃できるようになったわけですよそのちょっとでも出てくればそうすると母体から独立して攻撃することができるようになった時点でやっぱりこれは殺人の,そのやっぱりえ殺人罪のいってみれば保護法益っていうのを満たしてくるだろうみたいなことで人ってのはそれで解釈するわけ。で例えば殺したもさ シンプルに「殺した」っていうとななんか一義的に見えるけれども例えばナイフで、ね、刺したりとか、まあ、ひなんか火放ったりとか毒薬持ったりとか首絞めたりとかいろいろ殺したっていうイメージはわっけれどもじゃあ例えばねそのお母さんが子供に対してで子供はこれ例えば、まあ、生まれて間もない子供に対して、えー、例えばもう死ぬっていうことを分かっておきながら、まあ、ミルクを与えずそのままほったらかしにして死なしちゃったっていう場合にじゃあそれって殺したなんですか っていうことは、やっぱり一義的な解釈では、なんともならないでしょいいよね、例えばナイフで刺しただったら、なんか殺意持ってナイフでブさって殺したっていうのはイメージ。命奪いにいってますから。だけれども、本来殺したっていうのは、何かを行うことが予定されてるでしょ何かを行うということが予定されてるけれども、さっきの例は。まあ、お母さんが死んでも構わないと思って、まあ、自分ではね、あの、例えば何か。 食べることができないような赤ちゃんに赤ちゃんとか幼児に対してミルクを与えないで放置するということで死なしてるでしょう。でそのように何もしないまあ、言ってみればそのまあ、ミルクを与えないというしないということで人を死なした時にこの殺したに当たるかっていうのはやっぱりそれは条文の解釈として殺したっていうものがどういうものなのかっていうことをやっぱり検討しないとその明確な答え出ないでしょ。 なのでその民法もそうなんだけれども条文が出てきたときにその条文の定義とか解釈っていうのはやっぱりすごく重要になるのでそこはまあ追って覚えていくことになるわけですね。で同じようにちょっと戻りますけれどもそのやっぱり条文の解釈っていうのもある程度一定のルールがあるんですよ。じゃあ先ほど例えば私がね人っていうのは一部でも出てきたところというものが、えー、その人であるっていうのは刑法ではそうなんです。でそそれれは多分理理由由ががあるよねななんでそれが理由なのか なんでそれがその人っていうのがそういうものに入るのかっていうのはそれはちゃんとした理由があって立法する人がどんな目的でその法律を作ったのかっていうことから考えるんですで法律の勉強ってのはまさにそこなのこの条文っていうのは何のために作られたかでそのために作られたんだったらこの条文のこの文言はこういう意味と読むと必要があるよね。 だからこうう定義付けらられるるんだだいう形で勉強するのだから実はあの法律の勉強というのは暗記科目であることは事実なんだけどまずその条文の趣旨っていうんだけれどもその条文の趣旨というものをまず理解してその条文の趣旨から定義を導くで導かれて定義に実際当てはめて要件を満たすかどうかを検討するっていう、まあ、そういう勉強になるので特に入門の一番最初は条文の趣旨や定義っていうのはあの結構出てくるのでそれはもうある程度頭の中にボンと入れなきゃいけないっていうのはまあ否定できないところがあるね。で。 で、じゃ、少し、ね、じゃ、解釈の仕方っていうのは、その二つの、えー、まず解釈があって。あの、これは分離解釈と目的論的解釈というものがあります。で、これは法律の勉強の本論編に入ると、全く出てこない言葉です。<laughs> 正直。で、じゃ、どういうものかというと、例えば、これはも法律ではないけど、こういう問題があったとします。 えこの橋馬車は通るべからずという縦札があったとします、まあ、なんか橋の上にですね馬車,た馬車は通っちゃいけませんよという縦札がすごい昔からある縦札があるとでこの縦札があったときにじゃあ馬車は通っちゃいけませんよというふうに書いてありますごめんなさい、えー、馬車は通っちゃいけませんよって書いてありますでこの時にじゃあ自動車通れますかね、えー、馬車は通るべからずって書いてあるけどこれ自動車は通ることができますかねと、まあ、いうことですね ここの時条条文文れはだからある意味条文と同じじゃないですか要するにルールでしょ、縦札に書かれているルールなんだから、ある意味、条文と同じで、えー、この橋を馬車が通ってはいけませんという、まあ、仮にそういう条文があった時に、じゃあ、自動車を、えー、通していいかで、この縦札が仮にです、ねえー、もう自動車のない時代のような古い縦札だったとします。 もう自動車はもうね、えー、その自動車なんとか存在しないすごい古い縦札があったでこの時に自動車を通ることができるかっていうのはやっぱりこの縦札を解釈する必要があるじゃあ解釈のスタートって何かっていうとまずは文言から解釈しますでますよ、ね、で文言をストレートに読んでいくと、まあ、馬車は通ってはいけないっていうことだから、まあ、自動車は通っていけないと言ってないから、まあ、自動車は通れるんだろうなというのが一応の分離解釈というのが成り立ちます でたださっき私が言った通りこの時代の縦札の時代には自動車はなかったっていうことを考えるとただ文言通り捉えるのってのは少しし不合理な気がしますよねでその時にはこのように一義的に決せられないとか、まあ、不都合不合理が生じるような場合この場合にはその文言だけではなくて目的論的解釈として条文の趣旨とか制度趣旨を考慮して趣旨に沿うように解釈するんです。 えー、ですから例えばです、ね、文言解釈だけつまりこの分離解釈をすると、まあ、とりあえず自動車は通れそうだよね、えー、馬車は通っちゃいけないって言ってるだけですから、まあ、おそらくは OK になりそうですよね自動車を通行することは OK、まあ。もっともこれをそのまま適用するっていうのは少し合理性を欠くよね。じゃあ 仮にです、ね、自動車を通ししたくないい人がいるとします橋のオーナー橋のオー,ナーはもう自動車が来た通したくないと思った時にじゃあこの縦札で通したくないこの時どういう解釈をするでしょうで、まあ、馬車は通れない、えー、わけだけれども自動車も通れないっていう風にしたいじゃあこの時どうするかというと縦札の作られた趣旨を考えるんですよで縦札の趣旨を考えると、まあ、これはもちろんこの立法者の趣旨を そのおもんばかることになるんだけどこの立て札が立てられたのは例えば橋がすげボボロボロだとしますす橋がすごいボロボロな状態で,でそこに立て札が立ってる。とするとね橋のオーナーとしてはこの立て札を立てた立法者はその大規模な大きな重量のある乗り物が通過することを通じて橋が崩落することを防ぐためにその馬車を通さないというふうなために立て札を立てたんだというふうに解釈するんです。 でそうすると条文の趣旨っていうのは重いものを乗っけるつまり橋が崩落するような重量のある乗り物を通さないという趣旨でこの縦札が作られた。ということであればこれは馬車とは書いてあるけれどもその趣旨は自動車でも当てはまるでしょう。うつまりその橋の崩落の恐れのあるような、えー、そのような重量のある乗り物であればこの条文の趣旨は当てはまるから直接は適用できないよ。 直接は馬車にしか適用できないけれどもでもその趣旨は自動車に当てはまるならば趣旨を当てはまるものについては自動車にも同じように適用すべきだと考えて自動車も通れない,という立論すするんですよでこのような考え方を推推解釈とか累推適用って言うんですねつまり直接は適用できないけれども条文の趣旨からすればその趣旨が当てはまるものについては類推しちゃいましょうという考え方。 で民法では非常によく出てきますで実は民法の1回目の、えー、94条2項っていう勉強の中でこの累積適用論がっちりやっていくんですがまず累積適用によればどうなるかっていうと累積解釈によれば、まあ、趣旨としては重い乗り物が。 橋の崩落を、えー、引き起こすのを防ぐためであると,ということですねつまり重い乗り物で橋の崩落がガッと生じまあ、これ崩落ですね字がちっく見、ね、えますね橋の崩落を引き起こすのを防ぐためにあるんだと,ということであれば従って自動車も 自動車もその趣旨が妥当するよね橋の崩落を引き起こす乗り物だ従って自動車にも類推することはできるんだというふうになることになりますでじゃあ通りたい人はどうします <laughs> 通りたい人はどう解釈するかっていったらこれは立法者の趣旨を別に考えるんですよ。えー、立法者の趣旨として例えばね車を運転している人が「これ馬車は通るべからず」って書いてある「いや違うと」とこれはこの,うのこの立て札を立てた人はまあ単的に馬が嫌いなんだと。 馬が嫌いだから馬のそのような乗り物みたいなものだけを通したくないんだだからこの建物を建てた建て札を建てたんだって解釈をすることもありえるよねそうすると結局建て札を見た時に自動車の側っていうのは馬車通るべからずっていうのはその立法者は馬車のみを通したくない趣旨なんだとしたがって馬車以外は通していいというのが立法として読み取れるしたがって馬車じゃない自動車は当然に通れるんだっていう解釈をするわけ。 で確かに分離解釈と似てるんだけど分離解釈と違うのは立法者の心の中読んだよね立法者の心の心中では馬車が嫌いなんだとこの人はっていうことをかませて馬車だけを通したくないっていうことを介して最終的には自動車を通すっていう結論になるそうすると趣旨っていうのは馬車のみを、まあ、反対解釈だったらこうなんですよ。 このの条文の趣旨を馬車のみを通さないと見るんですで馬車のみを通さしたがって自動車はまあこういうことですねつまり反対解釈からすれば自動車は馬車じゃないから通行できるっていう解釈になるし、えー、累推解釈に立てば えー、先ほど自動車ににも累積できるってことになりますよね重い乗り物だったら通せないよってことになるからそうすると自動車にも類推できるからちょっと書き忘れたけれども、えー、自動車通行できないってことですね。えー、自動車の通行はっでこのように見ていくとなかなかあの興味深い話でどっちが正解かっていうのは、まあ、立法者に聞かなきゃ分かんないです。 えー、立法者に聞かかななきゃ分かんないです、えー、ではあるけれども当然これ立場が変変わわれば解釈も変わり得るっていうことですよねでだからその意味ではじゃあどういう解釈が正しいのかっていうのは当然通りたくない人からすればいやこの縦札立てた人はこういう気持ちなんだ、えー、類推解釈になっちゃうからねこういう気持ちなんだってうので通れる通れないっていうのがこの条文が結局自動車に行けるかどうかっていうのでた立場が変わると当然ぶつかるこれもある意味争点だよね。結局この馬車に自動車が含まれるか いいうののがが争点にになった場場合にはお互いの立場で解釈がぶつかるじゃあこれどっちが正しいのでそれはさっきちょっと触れたけれどもその,その人に聞かなきゃわからないっていうことになるんだけれどもただ法律の世界ではそのようなことを裁判所が判断してるんです。つまりこの立法趣旨はこういう立法趣旨だからこの条文の文言はこういうふうに解釈するんだよと先ほどの例ではその人を殺した者の,の人には一部露出すれば人になるっていうのを最高裁言ってるんです。 えー、でそれはまあど,うしどういうふうにかっていったらじゃあこの殺人罪っていうのは結局は独立した人というものの生命を守る趣旨だということは独立して攻撃対象になればその保護が及ぶからこの人というのは一部露出すれば人なんだっていうのを最高裁が言ってるからその解釈を取ればいいわけだよねで一応このようにそのどちらが正しい解釈かっていうことについては一定の答えが最高裁が出してたりしますなので判例を勉強するっていうのはそういう意味もあったりしますで でちなみにあのこの類推解釈というのがめちゃくちゃ重要なので今日はこの類推解釈はちょっと次回の講義の頭出しで練習をしてみます。えーまあ、次回ののの講義でもしっかりやるんだけどあの類推解釈のポイントはは条文の趣旨はこうということはその趣旨が当てはまる場合には直接適用ができない場合でも趣旨が当てはまるんだったら同じ結果を導こうという考え方です。で ちょっと余談ですけれども、あの類推適用は刑法では絶対にやってはいけないとされています。あの刑法では絶対やってはいけない。例えばね、えー、刑法で類推適用やるととんでもないことになるんですよ。えー、殺人罪、人を殺した者は言って、ああ、立法趣旨考えてみようかと、命を大切にってことですよね。えー、命を大切にという趣旨の条文である。したがって、えー、人ではなくとも、命ある者は皆。この殺人罪の趣旨が当てはまるみたいになっちゃうんですよ。 でしょもう生命を尊ぶ趣旨だからそうすると例えば虫を殺した者も累、えー、推適用ができちゃうと生命を奪ったことには変わらないっつってもうな何でもかんでも殺人罪できちゃうってなるからあの、まあ、これはなんか公民とかで聞いたことがある罪財刑法廷主義ってやつあるでしょで財刑法廷主義に著しく反するので刑法ではそこはもう解釈はフィックスしなきゃいけないから累推適用っていうのはしちゃいけないと、まあ、予想外の結果になるからね えなんですが民法なんかでは比較的頻繁に行います。えー、例えばこの九十四条を見ていきます。で少しこの条文はあの次回の講義の中でもやるけれども、これは相手方と通報して虚偽の意思表示は無効であるという条文がありました。でこれは A さんと B さんでまあどういう条文かというと A さんと B さんでまあ例えば売ります買いますみたいなことをしてでこれが九十四条一項の要件を満たす場合ですね。 えー、A さんが例えば何か持っているものを B さんに売りましたで,で A さんが例えば所有者のものを、えー、B さんに売ってもこれは無効なんですですが2個を見ていただけるとこの「虚偽の意思表示は善意の第三者に対抗することができない」と書っていうのも実はこれは法律用語として勉強していく内容なんだけどちなみにこの善意というのはあの法律の世界ではあのいいか悪いかっていう問題ではなくて。 あの端的に知ってるか知らないかを善意悪意っていいます知らないことが善意知ってることが悪意と言いますで対抗できないっていうのもこれはあの法律用語なんですその対抗っていうとなんか戦ったりとかっていうイメージなんだけどそんな意味では全くなくてあの民法に限らず法律の世界の対抗っていうのは権つまりまあ権利とか法律効果権利とか法律効果を主張するっていう意味です でそうするとこれはどういうことかというと全、まあ、校の意思表示の虚偽の意思表示例えば A さんと B さんとの間これ「ショって所有権にしますあるパソコンを A さんが B さんに売ったことにしましたこれ A さんが所有者ねで A さんのパソコンを B さんに売ったことにしましたで売ったことにしたんだけどお互いに通報虚偽表示ですということは AB 間の売買契約は無効ですということは A が B に売ったことにしたとしてもその契約は無効だから 所有者は A のままですだけどもし仮に善意の第三者っていうのはこの善意というのはこの虚偽の意思表示つまりその通報虚偽表示がなされていることを知らない何も知らない第三者がやってきて C が買いましたでちなみにこれ S って売買のことですこれは講義の中でよく使うので。でこの時に例えばこの通報虚偽表示で無効であったとしてもこの C が「 の第三者だとします、えー、つまりまあ AB 間で売ったかったみたいなことを、えー、あの通報していることを通報で虚偽表示していることを知らない C が現れましたでもし仮にパソコンがね B さんの手元にあってねで実は売ってもいないんだよ売り買いしてないんだけれども「はいパソコン」っつって B さんに売ったことにして B が持っているとでこれでじゃあ C に売ったとで C はこれが通報だってことを知らない。 でこの場合にはこの C さんは善意の第三者に当たりますでこの善意の第三者に当たる場合には対抗できないんです虚偽の意思表示は対抗できないということはこの売買契約が無効であることを A は C に言えないんですつまり本来だったら A からすればこのこれ無効だからこれ俺のだからって言いたいわけですよいいですねまあ、A のパソコンを B に売ったことにしてで B が C になぜかポーンと知らない人を売っちゃった C からしてみればこれは俺,の俺が買ったんだっていうわけだけど A からしてみればいやいやこれそもそも無効だからと私のパソコンの売買はこれ無効だから私が所有者だからあなたは返してねって言いたいわけだけど94条2項の条文を見るとその虚偽の意思表示があったとしても善意の第三者にはその効果が主張できないつまり本件だとこの C に対しては無効だということを主張できない結果結局 A は所有権を主張できないんです C に対して。 ということは結果的に A は C に所有検証できない効果として A がこのパソコンの所有権を取得するというのが条文で決まっているんですね。でこれは94条2項っていう条文の立て付けで、まあ、次回の講義でかなり細かく説明していきますが、えーとね、事例1ってところをちょっと見ていただけると、まあ、こんな感じなんですよ。 えー、A が債権、えー、者からの差し押さえを免れるために、えー、と友人である B と示し合わせた上でえで、ー、A 所有のパソコン、まあ、時価20万円相当を B に売ったことにして B に引き渡したで引き渡しを受けた B は事情を知らない C に本件パソコンを売却して C に引き渡したっていうのが、まあえー、事例1なわけですよでこの事例1っていうのはまさにこの94条2項がストレートに使われている場面ですよねこの事例1はそうでしょ まあ見るとですねでこれ、94条2項になっていることをもう1回確認しますまず1行目いくよね、えー、と5ページの1行目を見ると、えー、差し押さえを免れるため、友人である B と示し合わせた上で、あ通報あるね。そして、売ったことにしてってありますよね。ということは、虚偽の意思表示がある。 えーと虚偽の意思表示があるということになりますのでそうすると,、えー、とこの通報して虚偽の意思表示があるということはまずこれで94条1項で無効になってますよねこの例えばこの場合 AB 間で売買してると A から B に対して売買をしているけれどもこれは94条1項の、えー、通報した虚偽の意思表示に当たるからこれはまあだから無効になってるいいですねで無効になってる じゃあその後 B さんはパソコンを引き、まあ、これ A さん所有者ですねでパソコンの引き渡しを受けた B さんが何をしたかというと事情を知らない C に売却してますということはこの人善意の第三者だよね事情を知らない C ということはやっぱこの人は、えー、善意の第三者に当たるということはこの C は94条2項の要件を満たしてます そうすると、さっきの例でいうと、九十四条二項ではその無効を主張できなくなるということになるよね。えー、無効主張できなくなるから、まあ結果的にはこの事例ね、事例一はもうちょっと口頭になっちゃうけれども、結局はこの九十四条二項によって A は C に、あごめんなさい、えっ、ー、と無効主張ができない。 94条2項で A は B に対して無効だよってことが主張できないということは結果的に A は自分が所有者って言えないんです A はということになりますそうするとこれは C が所有者になります、まあ、どっちが勝つかですよ 要は A が勝つのか C が勝つのかって話の中で結局 C がまあ所有者になるよっていうことでまあ結論としては従って C が所有権を取得するなんていう問題でこれはあの今日の段階でよくわからんでもそこはまんま気にしなくていいあの民法の1回目の講義の中でこれはかなり細かくやりますでじゃあ例えばこれ事例1ってのはそういう問題なんですよじゃあせっかくだからちょっと応用編です これが今言った AB 間で倍通報虚偽表示があってその通報虚偽表示を知らない C が入ってきた場合には、まあ、C が簡単に言えば C が勝つんですよ。もう A がが負けて C が勝つんですよちょっとごめんなさいちょっと右上に行きますけれどもこの場合には A が負けて C が勝つんですよ。じゃあちなみにこれなんでこういう条文が作られたかっていうことなんですよ。なんでこういう条文が作られたかっていうと一応これはね民法の1回目の勉強の中であの結構がっちりやるんだけど。 あのこれってさ民法の場合誰と誰が対立してます A と C だよねつまり AB 間で勝手に売っ,た売ってないのを通報共有表示やって何も知らない C がやってきてで何も知らない C がやってきてでそれで実際にそれを買い受けたでこの時 C は B から買ったって言ったいんでしょ C は B, が B から買ったから俺が所有者だって言ってるで A はいやいや通報共有表示だからこれは私のもんだって言ってるわけ そうすると結局 A と C がどっちが所有者かで争ってる場面なんですよでこの時どっちの方を保護すべきですかって話なのつまり A さんと C さんを比べてみてください A さんは自ら通報虚偽表示をやらかしてるわけですよですよね、えー、自ら通報虚偽表示をやらかしていてある意味落ち度があるわけですでそういう人と C は何も知らずに買ったんでしょまあ言ってみればこれ B さんのものだと信じて買ってるわけですということは虚偽の外観なわけですよね B さんが所有者であるという虚偽の外観を信じてそれで信頼して入った C だったらどっちの方を法律は保護すると思いますかって話なのそしたら当然落ち度のある A なんかよりも C を信頼すべきだよね保護すべきだよねだから C を勝たしてるっていうのが条文の趣旨なのでこれは今日内容でやるんだけど権利外観法律って言って一応ちょっと6ページかな、えー、とレジュメの6ページになるけれどもあのこれはね次回の講義でもバシッとやるんだけどねそのつまり本人っていうのは要するだけ A さんです A さんに落ち度があってでそれでもし仮に虚偽の外観があってで第三者の信頼があればそれはやっぱり本人の犠牲のもと第三者を保護すべきだとつまりさっきの言うとこの本人というのが A ですよそして第三者が C だったら結局やっぱり C の方を保護すべきだということにやっぱりなるよねとそうすると、まあ、本人が所有権を失ってもやむをえないという発想になるわけよいいかな <laughs> じゃあ ちょっとこの話をちょっと踏まえて、えー、と5ページかな、えー、5ページの事例2っていうのをちょっと見てみようかで5ページの事例2っていうのを見ていくと、えー、じゃこれはじゃどういうふうに処理するかって話なの、えー、A が税金対策のために自己所有の土地つまり自分の土地の登記名義を無断で B に登記名義をしました。で登記ってののはなんかその 所有者が誰なのののかっっててを示すためのもだのだと思ってください、えー、そうするとなんか B さんのまあ所有者であるかのようなまあ不動産の登記っていうのをつけていましたで,で実際当然のことこれは所有者は A ですよなんでかって税金対策のため勝手にやってるからまあ大体なんか登記登記とかがあるとさ所有者が A だってことになるとなんか不動産の税金かかるからね えーまあ、それが嫌だっていうことになるから、まあ、A としてはまあ税金対策のために、まあ、自分の持ってる土地をその B の息子に、えー、登記名義を移してたっていう状況でそのような状況つまり A でいうとこんな感じ A と B との間で所有者は A なんだよね、えー、A と B との間で所有者は A なんだけれども、まあ、登記名義は B になってるでそうすると何となく B が所有者であるような状態になってるよねでこのような状況で B としては気づくんですよなんか自分の名義になってるぞってことに気づいたわけです、えー、登記名義で無断で息子の B の名義にしていたところ、えー、B は本件土地が自分の名義になってることに気づいて、まあ、これを基下としてというのはもうこれしめしめと思ってってことですじゃあ自分のものだっていう,うに登記になってるからそれをいいことに C に売っちまいましたで C に売っちゃいましたとはい、えー、こういう事例です、はい、この時 C は所有権を得られるでしょうか という問題なんですねでまず大原則としてこれ普通通りに考えたら得ら得れないですあの所有者は A ですから土地の所有者は A で <laughs> 土地の所有者が A で、まあ、登記名義は B にしてるけれども別に所有権は A のものになってますから A のもとにありますから B から買ったとしても C は所有者から買ったわけではないですから、えー、所有者から買ったわけではないので、えー、もう端的に C は所有権は得られません。でただ その結論を妥当でではないでしょだって考えてみたら A は勝手に投機名義を移しといて税金対策で移しといて C はその状況を知らずにねその状況を知らずに B は買ったわけですよ信頼して。であるならば A と C との利害関係で言えば A の落ち度は極めて大きいわけだ、えー、い,いよね、えー、勝手に税金対策でやってるという A の落ち度が極めて大きいでその一方で C というのは B の投機名義を信じて,て買ったんでしょ ということであれば、結局 A を所有権を犠牲にしてでも C を保護するべきだというようなことになりそうだよね。で、その時に、じゃあ法律上どうなってるかっていうと、やっぱりこれはまず条文だとね、94条2項の適用はできないんです。これはあの、今日触れたけれども、あの、さっき類推適用やったでしょ。直接適用はできないよっていうことが前提と。直接適用はできないけれども、条文の趣旨が当てはまるならば同じ効果をもたらそうっていうことでしょ。 じゃあこの場合直接適用できないのはなぜでしょう。なんか九十四条二項で直接適用して C に所有権を与えたいけれどもそれができない理由は A B 間通報ないよね。勝手にやってるでしょ。ということはこれ通報がないので <laughs>、ということは九十四条の。 まあ直接適用はできないだだろうううとといいことにななりそうだよねで直接適用はできないけれどもこの94条2項の条項趣旨は何でしたっけ権利外観法律だったよね虚偽の外観があって A に奇跡性つまり落ち度があって C が信頼したんだったら A を犠牲にしても C に所有権を与えるべきだっていうでその趣旨が当てはまるんだったら直接適用ができなくても同じ効果をもたらしていいだろうっていうふうにやるんです。 <laughs> だからちょっとあの条文の解釈の中ではかなり難あの初回からちょっと難しいところなんだけどあのここはぜひ意識してもらえるといいそうすると今回じゃかまず A の奇跡性落ち度めちゃくちゃあるよねえ通報はしてないから通報はしてないから94条2項の直接の適用は無理だけど A は税金対策で勝手に所有権の登記を移すっていうことをしていて、まあ、ある意味この虚偽の外観であるね 虚偽の外観を作ったことに対する落ち度は大きいですよねで、現にそれによって B が所有者であるような虚偽の外観ができちゃってますそしてその虚偽の外観を C は信じてますとすると94条2項の直接適用の場面じゃないけど94条2項の趣旨である権利外観法理の3つが全部揃ってんのよそれならば同じ効果を認めるべきでしょということは同じ効果は何か信じた通りの権利を認めてあげるべきだ したがって先ほどの事例1と同じように C を所有者と認めるべきなんだっていうふうに解釈するわけでこれがあの1回目でおそらくね民法を最初に何回かやっていくと累推適用って当たり前のようにどんどん出てくるのねでこの累推適用っていうのが何なのかっていったら直接できないけれどもその趣旨が当てはまるから同じように使おうっていうその考え方だってことをしっかり見てくださいだからさっきの馬車通るべからずですよは。 え馬車じゃないから自動車は馬車じゃないけど重い乗り物だから自動車もそれに適応しちゃって通るべからずという同じ効果を与えましょうっていうことをやってるだけです実は。するとちょっとまぁ次のページでいくとそうするともうこれでもう書いてある通りで次回の講義でやる内容なんであまりそこはもうあの今回の講義の中では踏み込まずにあの次回講義でがっちりやりますのでそうするとごめんなさいね。 この事例2ですね事例2では94条2項を直接する適用することはできるかってことですけどこれはできないよねなぜなら通報ないからまあ、まあ、バツって書いておくとなぜなら AB に AB に通報がないからだと <coughs> じゃあ直接適用できないとしてじゃあ類推適用をなぜ認めるのかそしたらこれは94条2項の趣旨が権利外観法理なんでしょ でこの権利外観法理が本件でも当てはまるからなんですよだから同じ効果になるだから事例1と事例2っていうのは結論同じになるのよだけど結論同じだけれどもあの適用関係が違うでしょさっきの事例1は通報してるから94条2項を条文使うだけでいいのいいね条文そのまま使えば C が所有者になりますで事例2は条文そのまま使えないから解釈を施して C に所有権を持たせる っていうのがその違いとししてあられるでへその辺のところは、まあ、な慣れていくってことになるかもしれないね。でそうするとなぜ累積を認めるかって九十四94条2項の趣旨はあってこれが権利外観法律と、まああ。ごめんなさい、えっと、94条2項の趣旨が、まあ、権利外観法律になっ,おっとペンがちょっと待ってくださいね。 94条2項の趣旨が権利外観法理にあってであとは「デ,デ」と書くけれども本件も趣旨が当てはまるから。ということをやっていくわけです。 1>, まあ1回目の講義でまたねあのかやっていきますけれどもその94条2項ってやつをこの全体構造の最初にちょっと頭に入れておくと1回目の講義とても楽になるからね、えー、ここでちょっと見ておいてくださいではですね、えー、ここまでが条文で処理できる話です、ね、まず条文が今日やったところをもう一回言うと読み方そして、えー、適用するときに解釈ができる場合には解釈をするっていうことで事例が解決できる場合がある。 じゃあ事例が条文で解決できないときはどうするかというと条文がない場合には判例つまり最高裁判所が示した判例ってのを使いますということは最高裁判所の判例は、まあ、残念ながら覚えなきゃだめですだって条文に書いてないからねなのでまあ学習するにあたってはもうしっかり覚えていくことになりますで一応判例のときはこうなんです、えー、と裁判所が、えー、裁判において、まあ、厳密に最,最,最高裁判所です判例っていうときはね 最高裁判所が裁判において示した解釈で、えー、まあ条文解釈でも非常に重要な意味を持ちますで特にまあ司法試験予備試験の世界になってくるとやっぱり判例の理解が問われることが圧倒的に多いです、えー、ですのでまあ条文と同じぐらい重要な位置づけになっていると思ってくださいで,でただですねこれ裁判所の判例っていうのは重要だよっていうのを勉強するんだけど、まあ、今日は論文対策っていう点で見るとね あの他の資格試験とかの場合法律の勉強っていうのはだいたい丸抜けですね、えー、マークシートの択一の問題っていうのが多かったりするわけです。で卓一式の問って勉強している人結構判例っていうのの勉強が結構ねごちゃっと間違えちゃったりすることがあるのであの少しね例えば最高裁判所がこういう判例を下しましたっていうのがあったとするんだけどそれは全てある特定の事件での判断です。 例えばまあ、例としてですね。まあ、ちょっと例としては、これはちょっと刑法でちょっと練習します。これは本当に気楽に聞いてください。刑法で正当防衛って聞いたことありますかね？あのまあ、シンプルになか人を殴り殴っても殴りかかられてきたものに対する防衛行為として相当な事態で殴り返しても正当防衛として違法性がなくなるんですよ。 だから例えばね人をまあ刺して殺してしまったっていう場合であって本来殺人罪の構成要件に当たっても例えば誰かからもうな包丁で切りかかられてきたことを身を守るためにやったのであればまあ正当防衛になるっていうような、えー、正当防衛として違法性が阻却されるっていうのがあるんですよでこの時にじゃ例えばねこの正当防衛で問題となった事例であの自傷侵害っていうのがあるんですあのこれはどういう状況かっていうとあの正当防衛みたいになるんだけどそもそも 相手方が攻撃する先立ってその,相手方の攻撃に先立って相手方に暴行を加えて自ら障害を招いた場合という場合です。でこれはちょっとまあちょ,ちょろっと落書きする感じになるけど例えばごめんなさい A さんと B さんがいてあ A, 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 A さんと B さんがいて例えば A さんが B さんから殴られて反撃したと。で 例えば、ね、B さんから A さんに殴られて反撃したこの時には普通正当防衛成立する場合が多いです例えばそれはあの条文だとね6ページにありますけれども「旧白不正の侵害に対して事故または他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした場合には正当防衛成立するから例えば B さんが A さんいきなり殴りかかってきましたでいきなり殴りかかってきたから A さんは B さんに対して殴り返したまあなんか正当防衛っぽいよねじゃあちょっと事例加えます B さんは A さんを殴りかかってきたんだけれども実は殴りかかる前に A さんが B さんに対してちょっかい出してた。えー、例えばですけれどもなんか挑発してね、えー、なんかすごい名誉毀損的な行為を繰り返してバカにするようなことを言ってたら B がいきなり殴りかかってきてで A は多いと思って殴り返したこれに正当防衛成立するでしょうか まあ普通だったらね殴りかかってきた人殴り返せば正当防衛ってイメージだけれどもその殴りかかってくる前の段階で A が B に対して、まあ、ものすごい挑発行為を繰り返してね、えー、もう殴ってこいよみたいな挑発行為を繰り返しながら、まあまあ、名誉毀損的な感じのことをやってたら、まあ、B としては頭に血が上って殴,って殴りかかってきてそれを A としては「起きやがった」って殴り返したという、まあ、そういう場合に正当防衛が成立するかでこれは丈夫に書いてないです。で でちなみにこれを自傷侵害といって、まあ、要するに自分から招いた侵害でしょ自分から招いた侵害に対して殴り返えて正当防衛になるっていうのは果たしてなるのかねっていう問題なんですで詳しくは刑法の行為でやるんだけどねじゃあこれ最高裁判例がありますで最高裁判例はこういう判例があるの,、えー、この防衛者の反撃は何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為でなく正当防衛は成立しないって書いてあるんですよ でこれはよくあの一問一答の問題集とかあとはよくある丸伐のマークシートの問題や、ね、マークシートの解説なんかではこういうことが書いてあるで担当式のような問題集だと、まあ、これを見てはそうだと、えー、反撃者の反撃例えばつまり防衛者の反撃っていうのは反撃行為に出ることが正当とされる状況ではないとつまり自分から挑発して、ね、殴りかかられてきたんだからそんなものは、ね、反撃行為に出ることが正当ではないからそれは正当防衛にはならんよと。 まあ有用なことを勉強しますでそうするとこれを勉強した時に特に法律の初学者の方は気をつけて法律の初学者の方がこれを見た時にじゃあ自傷侵害は正当防衛は成立しないっていうふうに覚えてはいけないんです判例を勉強する時は、まあ、もちろんそれで覚えりゃ済むって判例もあるけれども気をつけてほしいのは最高裁判所の判例はこのようなことは確かに言ってますこれ平成20年の、ね、事件でこういうのがあって言ってるんだけど。 これは最高裁で問題となった事件に対して判断を下しているっていうだけですだから自傷侵害と呼ばれるようなものを全部に正当防衛が成立しないとまでは言ってないんですよでじゃあ実際にこの事案ってどんな事案だったか見てみようかこのね最高裁で問題になった事案はこんな事案なんですよ まあ特殊警棒事件という事件でこれは刑法でやる結構重要事件なんだけどあのま,あまず最初、江さんというのが,これが被告人なんだけどまず江がですねいきなりね A の左頬をバチンと殴ったんですよ、最初に。言い争いになった A の左頬をバチンと殴出してはちって立ち去ったわけです。 まあ殴られて頭来たとで殴られた頭につては自転車で追いかけていったわけですうわーっつってで大体どのくらいですかね現場から2 6 5メ6 0ル進んでちょっと曲がったぐらい、まあ、距離的にはそんなでもないですよね大体1 0 0ルないぐらい自転車でわーっとあってでこの人何やったかというと A さんは殴られた後にはあのにこういうことをしたんです、えー、自転車に乗ったまま、えー、水平に伸ばした右腕で後方から、えー、甲の背中の上部または首付近を強く殴打したと。 あのまあ、最高裁判所が「ラリアット」って言葉を、ねえー、定義づけるとこうなるんであのいわゆる「ラリアット」ですさチャリ乗りながら後ろからラリアットかましたんですよ、A、はね、えー、まあなくあの A さんって自転車でわーって追いかけて、えー、自転車でもうダッシュしたままいきなり右腕で、ねえー、この「公、えー」に対して「ラリアット」をかましたわけですよで「ラリアットかまされた公」としては何したかっていうなぜか持ってる特殊警棒で A をめった打ちにしたっていうね こういうい事件なんですよ、まあ、つまりこの,事件のこの事件があってでこの時にこの甲が特殊警棒でめった打ちにしたわけですよ。でそれに対して正当防衛が成立しますかっていう事件があってその事件を解決するためにこの判例が裁判所は判断したんです。いいかね ちょっとあれかもしれないけどなんか公民とかの,、ね、あの憲法の公民とかで裁判所の司法審査というのはあの例えば、意見審査は付随的意見審査制といって,言ってさあの具体的な事件に対してのみしかやらないんですよね。で、なので最高裁判所はこの刑事事件の中では、まあ、例えばこの事件を解決するときにこうやって言ってるの。で、で先ほど言ったこのね正当防衛にはならないよというのは最後言ってます。だけどよく見てください。 こここの時にうういうことを言ってます公は A から攻撃されるに先立ち A に対して暴行を加えているのであって A の攻撃はちょっと私の方でこれやっちゃいますが公の暴行に触発されたその直後における近接した場所での一連一体の事態ということはでき公は不正の行為によって自ら侵害を招いたものと言えるから A の攻撃が公の前期暴行の程度を大きく超えるものでないなどの 本件の事実関係にもとにおいては何らかの反撃行為に出ることが正当ではないと言ってるんですじゃあ少しこのラリアット事件のまあ判例の言ってることも踏まえてちょっと見ていくと今回は要はこういう事案だったんですよまず最初に左頬を殴ると、まあ、ちょっと A と B っていうのは少しコート A だからちょっとあれだけどそこはちょっとあの。 今回の事案だったらこれがこうになるのかな今回の事案だったらこれがこうになって、えー、こちらが A になります。すいません、ね。こちらはこうと A に直します、えー。今回の事案だったらこうと A ってことになりますから、まずこうが左頬をバチンと殴った。で、左頬をバチンと殴ったら A が自転車に乗ってラリアッとかましてきた、まあ。ラリアッとかましてきた。そしてラリアッとかましてきたことに対して、えー、警棒で滅多打ちにしたと。 この事件の中でこれに正当防衛成立するのっていう。っていう事件だったわけです。で判例はこれに正当防衛は成立しないよってしたわけだよね。じゃあどういうところを見てます ちょっとこれ判例の読み方だから判例の読み方も勉強しなきゃいけないんでちょっとやっておくと実はこの本件の事実関係っていうのは3つ言ってます重要なことまず1つこの本件の事実関係のもとにおいてはだけどこうは不正の行為によりって言ってますよねまず1つ目つまりこうがやった行為というのは左頬をバーンと殴るっていう横断行為なんですつまりその最初にやった左頬を殴るということは立派な暴行行為なんですよね つまり、不正の行為を公が行っているということを判例も言っているよねで2つ目、ちょっと上上に上がりますえこの直後のここですね一連一体の行為って言っているよね一連一体の事態って言ってますよこれ、括弧こってします。公の暴行に触発されたその直後における近接した場所で一連一体の事態って言ってますつますつりこれは何が言いたいいかというとうがまず不正な行為かました でその時間的場所的に近い一連一体の状態である先ほどの事例だったら自転車乗ってすぐ 100m いられとかもしれますよね。ということを言ってます。いうことを言ってます。して最後、A の攻撃つまりこのラリアットが左頬をバチンと殴ったことの程度を大きく超えるものではないつまりその最初の左頬をオーだっていうのとラリアットを比べたときにそのラリアットが最初の左頬を殴ったことを大きく超えてないんだよね。 などの事実関係においてはっていうふうに一応「など」とか言ってるから他にもあるんじゃねえかってこと言えるけどでこのような要素を見てダメだよって言ってるのつまりこの判例っていうのはだから特にねあの、まあ、担当とか択一の勉強をしてきた人が論文になると結構ねその苦戦するというか違和感感じるのがこの判例をちゃんと読むっていうところなんですよね。その 覚えちゃうって言っちゃうと対応できなくなくるでその時に必ず事例を頭に入れていかなきゃいけなくてでその時にじゃあこの判例先ほど触れたけれども重要だったことは3つなんですよまず左頬オーダーが不正であることでそして左頬オーダーとラリアットが時間的場所的にすぐだったってことそして3つ目がラリアットが左頬オーダーと比べて大きく超えるものじゃなかったことそこまでぶっ飛んでなかったということを一応理由としている。 でそうするとす、ね、ちょっと上にここに書きますけどそうするとこの判例が見ているものっていうのは結局は一が不正な行為で一これ一と二が時間的場所的に近い、まあ、時間的場所的に近いそして最後に二というのが 丸一を大きく超えないというところを見てるんです。これ大きめに書きます。大きめです。こういうですね、えー。で、この事実関係において正当防衛が成立しないと言ってるよね。ということは、ちょっと事案を変えてみます。事案を変えてみます。まあラリアットの下りは同じにしましょう。 左方を殴りましたバンとねで,左方を殴りましたでその後に、えー、じゃああれですねこうは左方を殴って立ち去ったただ A は自転車を乗って追いかけてきました、はい、自転車を乗って追いかけてきたんだけどそいつが持ってるのがチェーンソーだったらどうしますつまり左方をパチンと殴って立ち去った時にチャリでいきなりチェーンソーを持ってわーって襲いかかってきたこれに対して正当防衛は成立するかっていうとこの判例の立場からするとするか正当防衛になる可能性あるよね。 なぜならば、丸三では前期の暴行の程度を大きく超えてないって言ってるわけだから、だから正当防衛にならないよって言ってるから、そうするとそれがラリアットではなくて、チェーンソーになれば、それはこの判例の、これ、射程と言います、判例の範囲から外れてくるんだよ。そしたら結論が十分変わってくる。じゃあ、例えば丸一どうします丸一も例えば左方を殴る代わりに、肩叩いたらと。ポンポンって肩叩いたら、A がすげえ切れたと。 えー、でそれでいきなりラリアットかましてきたってなればそれは正当防衛になりえんじゃない第一行行為為が不正ななじゃなければですよね。で過去にも同じ時間的場所的な理覚まああんまりないけどさ左方バーンと殴ったでしょで立ち去りましたで立ち去った3日後ぐらいに A がこうのことを見つけてお3日前の恨みみたいな感じでラリアットかましてきたそしたらそれに対して反撃してもこれは正当防衛になる可能性はこの判例からすればありえるよねでで。このように この判例の読み方っていうのは事例と射程なんですやっぱりどんな事件についての事案でどういう理由で結論出したかで特に論文っていう対策で言うとねもう丸かツかを言えるのはもう当然で何で丸になったかってことを勉強するというのがもう判例学習なんですよね。で特にその時にじゃあ事案がこう変わるとこうなるってやつは論文でめちゃくちゃ出るんです。 ちょっと変えてくるんですでさっきの事案だったらこのラリアット事件まあこれ特殊警報事件って書いてあるけど私はこれラリアット事件で呼んでんだけどこのラリアット事件だったらさっきの問題でチェーンソーに変えたような問題を出すんですよそのチェーンソーだったり金属バットで襲いかかってきたみたいな問題を変えるんですでその時にあの判例の射程みたいなのを意識できてないとあ自傷侵害じゃんって飛びつくんですよでそうするといわゆる論証とか論定集とかで自傷侵害じゃんみたいになるとじゃあ自傷侵害はこうだから正当防衛成立しないってやっちゃって やっちゃうんだけど聞いてるのはそこじゃないんだよそのラリアット事件で自傷侵害が正当防衛成立しないってしてるけれども今回ラリアット事件の判例の事案とどこが違うんですかってでその事案の違いっていうものが結論に影響するかいってことを聞いてくるんだよねだからこの判例っていうのはしっかりとこういうのを読んでいくっていうのがね、えー、まあ重要になってきます。 でじゃあどういう判例をどれだけ勉強するかっていう話はこれはもう入門なんで私がちゃんとそれは必要なものは絞りますあの全部これやったらキリがないのでなかなか判例によっては定義だけ覚えりゃいいもの結論だけちゃんと押さえときゃいいものもう理由も含めてバッチリ言えなきゃいけないものっていうのがあるわけですね。でそこのところはもう理由だけじゃ足りないものっていうかなあのこういう事例問題で問われうるものについては結構徹底的に見ていくのは一応そういうのが 事例問題のポイントになるだから考えてみたら法律相談を受けたらそうじゃないあこういう最高裁判例ありますねっていうのは実務化して当然なんですよで最高裁判例がありますねって法律相談を受けた時にねでその最高裁判例だったらこういう結論だけどでも今のあなたから聞いた事案っていうのはこの辺違うからもしかしたら最高裁の結論とは違うことになるかもねっていうことが相談を答えられなきゃダメじゃん実務化だったらなのでそれは、ね、最高裁の判例だったら誰でも調べられるわけだから,だからそこの運用能力っていうのはやっぱりあの論文では見てくる。 というよなこんですよ、ね、だから入門なんかではその辺意識できるとあの1年目で一気に伸びるんでだから最初は大変かもしれないけれども、まあ、ちょっと意識はしておくといいですそうするとここにある通りおり事例判子を、まあまあ、しっかり理解していけば、まあ、自傷侵害で正当防衛が成立する可能性も十分あり得るってことですよねつまりこの判例の射程ってやつなんですね、えー、判例の射程が及ぶかって問題です っていうところになりますので、えー、こういうところをま見ていけばいいかなと思います。で、最後に今日、えー、飛ばしますけれども学説って言って判例すらないときはもう道なき道を歩むことになりますからね。えー、条文もね、もう反例もないっていう状態になれば、もうそれはあなたの考えを聞くしかないから、それはま学説みたいなものに頼っていくことになります。で、特に入門のね、あの前段階ですから。 今日の講義ねあの全体構造編ですからあの、まあ、大体講義の進め方の方針としてちょっとこれは説明しておくとあの学説っていうのは結構、まあ、例えば入門講座の「セブンサミット」みたいなものであったりとかいろんな本に学説の対立みたいなのは結構たくさん書かれていますがあの基本的には 試験で学説が聞かれるっていうのはほぼほぼもうありません。まあ、なくはないけどね。学説が聞かれることはほとんどないので、入門の中ではもうやるべき学説はかなり絞ってるので、あの講義の中で扱ってない学説みたいなものはとりあえず一回置いといてください。あの例えば入門講座の中では、まあ、通常講義目もチェックシートな事例問題集は科目によってですけれどもレジュメ使ってって、でセブンサミットにはいろんな学説載ってるのよ。 で特に初学者だったりとか学習を始めたばっかりだと載ってないからそれもやんなきゃいけないのかなっていうふうに心配になって学説をバーッと勉強しちゃうとかね、えー、全部覚えなきゃってやっちゃうケースはあるんだけどあの載せてないってことは出ないから載せてないのでそこはあの本当にあのバサッと切っちゃってください。でじゃあ載せたものっていうのは何で載せるかっていうとその論文で必要なものなのでそこはしっかり押さえていく必要があるじゃあ学ぶべき学説って何かこれは判例がないものもそうなんだけどもう一つあるのが 判例ってやっぱり必ずしももも妥当じゃないものもあるんですよ最高裁の判例はこういうふうに言ってるけれども,もう学者さんだったら10人中9人がこの判例はおかしいって言ってたりとかもしくは最高裁判例はあるけれどもこれ80年前のやつだぜとこれ80年前の判例で今もこれ生きてんのみたいなものについてはやっぱり判例はこう言ってるけれども、まあ、学説の批判は非常に強くてこっちの考え方を取った方がいいよってものは一定数ある。 なので、まあ入門の中で学説っていうのを紹介しているときにはそういうものは出てきます。なんでそういうものについては一応抑えておかなきゃいけないんだけれども、まあ逆に言えばそういうもの以外はもうバシッと切っちゃうと、まあいう形で勉強するのがまあ有効かなと思います。そうするとここまで見ていくと、まあ条文の読み方、えー、ですね。条文の読み方、それから解釈、特に類推解釈、類推適用、で判例の読み方。 で判例は、まあじえー、分析ですよね、えー、判例の分析と射程っていうあたりを意識すると、まあ、結局大体の問題解けるっていうことになります、えー、大体の問題は解けることになって、まあ、そうするとまず最初にやること事例判断についてはまず条文を見るで条文の要件をまず検討しますで条文の要件で解釈が必要なものがあればその解釈を示すっていうことですね解釈が必要なものは解釈を示すそしてその解釈にまず当てはめていくってことになりますよね 解釈に当てててはめていってそれで満たすならば要件満たせば効果が発生するから金返せだとか出ていけっていう効果が発生するそれをまあ順番にやるだからまあスタートアップは条文なんだよどこまでいっても条文があってその要件を効果要件効果で分析して要件部分についてまあ一般的に解釈が必要なものは解釈してまあ道ならしをするでその当てはめるかどうかを検討して当てはまるならば効果発生っていう順番です。 で条文がないものは判例を見る判例がなければ頑張って学説と、まあ、いう形でその条文がない場合はそういうことを見ていくということになりますので、まあ、結構これ慣れてくると当たり前のようにやれるんだけどあの法律の勉強って結構そういうものなんですよ。その日常的にに私たたちが当たり前のようやっていうね、えー、いうことになるのでそのまあ,ある意味最初外国語みたいなものはあるんだけどそこの部分は慣れちゃえば外国語と同じ。 そのまあネイティブみたいなもんで慣れてくると当たり前のように使えるのであるからまずは最初はねあの一個一個やっていくということになるのかなというところです。でそうするとですねここまでやるとまあちょっとあの入門講座のね全体構造でやるべきことは一応拾い切ったところではあるんですがじゃあちょっと最後にですねまあ最後というか少しあのコメントするところはあるんだけれどもえと前半の講義の途中でやったこれです少しあの結論だけ示しておきます。 あのお金買い設置の話がありましたよね。 えまあ相当前にやったっていうかね話ですけど確かこんな事案だったねえ X が Y に対して金返せとこれは民法587条の消費貸借契約の要件を満たしてたと貸し付けたっていうことから金銭の約だからそれを踏まえてさこの事案今日の話を見るとなんとなくそれで法律の頭になってると思うんですよねまず一番最初の請求原因っていうのは民法587条でそうするとまあ同じ量のまあ同じ種類物を返すということを約束して金銭を渡す ことによってその578条の要件満たしたからそうすると契約は効力発生しますからお金を返せということが言えるよということでまず、X、は金返せというわけですで今度はお金を返せってことに対して今度は、y、としては民法条1個1号持ってくるんですでそうするとまあ言ってみれば権利行使ができることを知った時これは当てはめが必要だね。権利行使ができることを知った時というのは弁済機が到来した時。 そこから5年間が経過したということになりますから要件満たしているから法的効効果で時効が消えたでそれに対して、X、が、y、に対していいやいや時効が消えたたたっってて言うけけれどもあななは権利を認めででしょって話になるわけですでこの権利の承認もここにある通り100万円を貸してくれというこの督促に対応する形で待ってくれと言っているからこれは返済を待ってくれという意味に解釈できる、まあ、というふうに読めるからそうすればこれは債務を認めたことになる。ということは認めたってことは時効がリセットされるんだ。 でも履行が自故されるんだよっていうのは X の言い方だけど Y からすればんなことないと時効完成前だったら確かにリセットされるだろうと時効完成前ならばリセットされるだろうでも時効完成の後だったらこれはリセットされないんだというところで煮詰まったわけだよねでねで条文がないということはこれに判例があるならば判例を見ていくことになるすると判例は、はい、時効完成後になされた場合にじゃあどうなるかってことはこれはもう押してなきゃできないんですよ一番最後のページ。 まあこれ今の段階でも知らんでいいからねあの今の段階ではこれあの時効の問題だから民法でいうと何回目かな3回目4回目ぐらいでやる内容なのでえ一応こういうふうに言われてます時効の完成後に債務者が債務の承認をすること今回これ,これについては最高裁判例がありますということはこの判例知ってればいいわけですよねああそうか時効の完成後に債務者が債務を認めましたということはこれは 時効により権利消滅の主張と相入れない行為であるつまり時効で消えるっていうえ債務が消滅するっていう主張と債務を認めるっていう行為は相入れない行為であって相手方はもはや債務者は時効の援用をしないという趣旨であると考えるであろうと、まあ、言ってみればね時効完成後に例えば皆さんがお金貸している側だと思ってください。お金貸ししている側で時効が完成した後に 私はお金借りてててまますすって言っ言いるる人がいるとします時効が完成しているのにお金借りてることを認めるという債務承認をするんだったらお金貸している方としたらもう時効の援用しないよねって考えますよね。これてるわけで時効が過ぎてるのにもかかわらず返します返しますって言ってるってことはその人はもう時効のことは援用しないだろうっていう考えるからそうするとやっぱりそれはその後においては債務者に時効の援用を認めないと解するのが審議則に照らし相当であるというふうに言ってます。 えー、最後に出てきた審義則という言葉です、えー、審義則というのは非常に難しい、えー、定,義定義としては難しいところなんですけれども、まあ、すごい入門の一発目からすれば、まあ、やっぱりね人と人との信頼関係とかそういうふうなねそのところを考えてみればぐらいの意味なんです審議誠実の原則といってやっぱり私たちが日常的に社会生活を営むのであれば、まあ、お互いに対してね損害を与えないように、まあ、言ってみれば お互いのことをちゃんとね。あの信頼し合って生きていくのが当然でしょう。っていうまあ、そういう考え方が審議則と言われていて、まあ、民法の中では詳しくまたやります。で、一応判例は何て言ってるかというと、やっぱりこれ見る限り自己完成前だったらさっき言った通り自己リセットするんだよ。自己完成前だったら事故はリセットするわけですね。だけど、自己完成。後の場合には、時効の完成の後に債務承認するときにはいわゆるリセットではないんだ。リセットとは言ってない。 けれどもリセットはしないけれどもやっぱり相手方のの信頼が生じてるのよもうね債務承認をしたってことはもう時効を主張しないだろうっていう信頼が生じてるんだからその後において債務者に時効の援用を認めないと解するのが審議則上相当であると言っていてそうするとこの判例の立場からすれば判例の立場からすればちょっと戻るとねえー、これは時効、はい、完成後に出された権利承認については 判例の立場からすればですけれども、相手方の信頼が生じてますよね。もうだって。これ考えてみたら事例でもそうでしょ。あのこのなるべく法律って抽象論から行かず、具体的なものを見ると、この事例のさ x の立場に立ってみ。平成30年に返す返すって言われたら、まさか時効の主張されるとは思うんでしょ。この判例の言ってること、そういうことでしょ。その言ってみれば時効が完成した後だったら、そのまあここにもある通りね。 100万円返してよって言ったらさお金入るから年末まで待ってよっていうふうな言い方をしてる人はまさか時効を援用するとは思わないだろうと、まあ、いう信頼が発生しているにもかかわらず時効の主張されるのはそれは許すべきじゃないよねっていうそれがだから審議則上を許さないってことなんですで判例はそういう立場立ってるということはこのように判例を見るとえー、時効あいいねえっ、ー、と というのが判例です、えー、まさか時効の延用はしないだろうと信じるのが当然だということは理由でした。ということはあのだからやっぱり時効完成後っていうのはやっぱり152条の,そのさっきあの触れた、えー、権利の承認にはやっぱ当たらないんだよねその時効の更新には当たらないと。だから、まあ、ちょっとちっちゃく書けれども 時効完成後だからあごめんなさいちなみに詳しくはこれはあの民法で学習するから今ちょっと分からんでもあんまり聞いてなくてよ。まあ、こういうことなんでしょうね。えー、と時効完成後 になされたた、えー、権利承認の効果が争点だだったわけだけどこれは判例で知ってなきゃいけないし理由付けも押さえておいてね、えー、時効の更新には当たらないつまり時効がリセットされるわけではないつまりやっぱりこれはね先ほども触れた先ほどっていうか前半にも触れた通りやっぱり時効のリセットっていうのは時効完成前だからできるんですよ。 その時効が完成する前だから時効管理としてリセットリセットっていう形で時効が完成しないわけだから少なくとも時効が完成する前じゃなければ時効のリセットっていうのはできないということはやっぱり判例前提にしてるんだよね。 でで実際にその時効完成前だとやっぱり時効の更新時効の完成前でない以上は時効の更新には当たらないけどやっぱり時効完成後に権利承認すれば相手方は信頼するわけです、もう時効の主張はしないと。ということはその信頼を保護するためにやはりその時効完成後ですね時効完成後に権利承認をした場合には時効の援用は審議則上許されない。つまり言い換えれば えー、審議則上、えー、誰だっけ、時効主張で、Y だ、Y の時効主張はだめと。とすると、えー、結論はというとですね、結論は、X の価値、金返せと言えそうですね。えーまあ、言ってみればあ、相手からすれば、なんか、えーと、時効で5年だとか言ってるけど、いやいや、あなたは時効完成後に権利を承認したんでしょと。 で時効完成後に権利を承認すれば相手方の信頼が発生するんだからそれはもう時効の主張できなくなるっていうのが判例ですよってことですでその判例の立場に従えば X による時効完成後の権利承認というものは結局は時効の援用、えー、ができなくなると今後ねというのが判例の立場だから結局時効所できないということになりますが、えー、一応こういうふうな形で考えていきます まあ実はこれく詳しく勉強していくとあの時効完成前にあの権利の承認は時効完成前じゃなきゃできないっていうのは、まあ、比較的あの有名どころではあるんですよあの。時効完成前じゃなければ権利の承認はできないっていうのはこれ、まあ、有名どころでは当然なんですよ。 当然だから実際に民法の勉強を進めていったらこの辺のくだりはショートカットしてもういきなりこっちの方に行っちゃったりするんだけどあの今回は今日の講義はまあ,ある意味正確に言うならばさっきも言った通りね5年経過して時効による消滅があるよっていうことを相手は Y が主張したらもう X としてはもういきなりその最初に時効完成後に権利承認してるからあんたは審議則上その主張できないよって言って終わります。 ですすからこののわわざわざね、えー、権利の承認があってリセットするよでも権利の承認は時効完成前じゃなきゃできないよっていうこの下りっていうのは、まあ、省略されると思います答案では。だけど、まあ、最初はこのキャッチボールのイメージを持ってもらうために一応こういう話はしましたのであの実際の、まあ、試験答案なんかでは、まあ、さっきと同じになりますけど Y による時効主張があった後に、えー、X としてはと Y が時効だって言った後にでもあなたは時効完成後に権利を認めてるでしょとで時効完成後に権利を認めてるんだったらそれは時効の更新じゃないけどもう遠用できなくなってるよと時効の主張言えなくなってるよとだからあなたの時効の主張はつかダメですよということで、まあ、X としてはまあバサッと切って X が勝つという感じになるんだと思います。ででここまでが今日のの講義実質的なな内容なんだけど ななんとなくイメージ湧きましたかねあの、まあ、法律の勉強をするというのはとりあえずもうとにかく一個一個やっていくんだけれどもその事例問題の解決のために必要なことをまあ一個一個まあ条文判例というのを見ていくというイメージでその条文の解釈のために制度趣旨が必要だったりとか、まあ、そういうふうな形でやっていくので、まあ、だから復習する際にはまあ暗記するというよりは最初のうちはね、まあ、絶対暗記しなきゃいけないものはまあチェックシートというので、えー、ある程度まとめているのでそこのところはまあチェックシートとか講義メモの復習とかで見ていけばいいけれども。 まずはしっかりねあの理解してスキルを身につけることかなと思うんですよね。そのまあ理解と情報のその処理みたいなもののスキルを身につけることが民法じ民法も初めて重要なので、まあ一年間ある程度まあ入門講座ってな最初のうちは講座設計としては週1回なので。 それなりにまあ、楽とは言わないけれどもあのある程度ある程度学習の方針はつけられるようになっているのでまあ、そこでまあいろいろとその学習のペースみたいなのを掴んでで講義としてはあとスケジュール見ると分かるけれどもあの後半結構大変になりますあの最後の方の科目になると土日とかになってくるので週3コマみたいな感じになってくるので、まあ、ある程度大変ですけど当面は。 1>, え週1コマ2コマっていう形の口座数なのでまあしっかりペースつかんであのまあやっていければなという感じだと思いますで一応で最後にそれでおまけなんですがこの問題本当にこれで丸になりますっていうことなんですよ一応ちょっとこれはあの実際の,あの話なんだけどこれ判例上審議則上許されないって書いてあるからまあなんとなくこれ、X、が勝ちそうだけれども今日ちょっと触れたよね判例の射程ってありましたよね これもし事実関係変わるとちょっと変わるんだよね。ちなみになんで審議則上許されないんでしたっけ、えー、審議則上許されない理由は判例はこう言ってましたよね9ページにありました相手方が信頼するからだよねつまりつまり時効が完成した後に債務承認をすれば今回の事例でいうと相手方である X としてはもう時効の主張は Y はしないだろうと。 Y としては時効の主張をしないだろうというふうに信頼するからその信頼を保護するために X の要するに信頼を保護するために Y の時効の主張を認めないんでしょじゃあもし仮にちょっとここで話を一言入れてみます。えっ、ー、とこれ Y に対して督促したんだけど督促した理由が全てこれを X が Y の時効圓用権を奪う目的で。 ここのようなことをだ、ままあ、言ってみれば電話話をかけててきたってこととになるる変わるよねつまり、まあ、た,ただ「X はお金返して」って電話して「えー、返すから待ってくれ」っていうそれだけだったら確かに判例の所定は及ぶかもしれないけれどもだってこれ XY 信用するもんね。えー y、は信用するあ X かごめん X は時効の延用しないって信頼するから確かに判例通りなんだけどもしこの時に電話かけた時に Y が時効完成してんのが分かってると。 えーまあ、X ごめんなさい電話が X ねもう言い直しますこれ X がさ確か口頭かごめんなさい電話じゃねえや X が Y に対していいか減ん100万円返してくれと口頭で催促してますよねこの X があの30年の10月7日にこの口頭で催促したときに X としてはもう貸したお金は時効が完成していてもう返ってこない可能性になることが分かっててあえてこれを言ってるんだったらどうですだからワンチャンこいつ権利承認するんじゃねえと思って ちょっとこういうふうなことを聞いてみたら言ってくれたよしっていう状態になってるんだったらこの判例としては及ばないよね。なぜならば X はの信頼を保護する必要性ないでしょ。いいよね。つまり Y の自己援用ができない理由っていうのは X がもうこれは Y のことを信用した Y が自己援用しないって信用したことを保護するっていうのが、えー、この判例の趣旨だったわけです。ここですよね。 相手方がもはや時効の延用しないという趣旨であると考えるからその審議則上できなくなる。ということは先ほど触れた通り X がもうすでに時効が完成しているというのう債権者としてねお金貸している側としてもう返ってこないことを分かっておきながら Y に対して「権利承認もしかしたらねうっかりしてくんねえかな」とか思いながら「100万円返してくんねえ」っていうのをなんかなんかわざとなんか言ってみれば水を向けるような形で言って。 で Y がころりと騙されて言っちゃったというような場合であれば、まあ、X としてはなんかあれでしょその,その X を保護する必要はないから判例の査定は及ばないかもしれないね。ということです。で一応ねこれはだから判例の査定っていうのはだからちゃんと見ておきた方がいいっていうのはそういうことなんですね。であとねもう一つです、えー。ちょっと実務化視点的なところでちょっとねやっておくと、まあ、民法に限らずあの、まあ、私たちというかね入門講座では7科目やります。 で大きく分けて勉強するのは、まあ、民法とかまあ商法とかっていうのが実体法ってやつなんですよ。で実体法っていうのはまあシンプルに権利が発生すすするるかか消滅するかみたいな法律です、えーまあ、大体大きく分けると民事系っていうのは民法,あの民法商法民事訴訟法ってあるんだけどつまり権利があるかどうかとか例えばこれで言うとね民法っていうのはお金を返してもらうことができるかどうかっていうのを、まあ、検討する学問なんですね。で民事訴訟法っっていううのはちょっと違うんです そその権利ををどどうううややって実現すすすするるかかという勉強になります、えー、それはどうやるかというと訴訟を起こすんですよ例えばお金を返してもらえるっていうのが確かに民法で決まっててもお金返ししてくれなかったらどうします無理やりなんか暴力を振るわけにもいかないので当然お金を返してくれないんだったら訴訟の場で訴訟のルールに従ってそれを実現してそして場合によっては強制執行してお金を回収するってことになりますよね。でそのようなものは手続き法って呼ばれてます。 であの大きく分けると、ちょっとこちらはまあ説明用に残しているかなあ、あったあった、え7ページの下辺あって、一応ね、広報と司法というのは話だよね広報と司法というのは、その公権力対私人になるようなものが広報で、憲法とか行政法、で司法というのはあの、私人対私人ということになりますが、あと大きく分けて重要な分類が、まあ、下にある成文法と不文法は別に聞きたなくていいや。あのまあ まあ成分になってるか成分になってないかっていうだけの話なんだけどあのこちら実態法と手続法というものはちょっと意識しておいてください権利がが発生してもそれを実現すするるためにはやっぱりその手続きがいるんですよ例えば民法で権利が発生したとしますね金を返せという権利があったとしても本当に金を返してもらうためには訴訟を提起して訴訟に勝たなきゃいけないで例えば刑法え人を殺したら殺人罪が成立するとしても それは刑罰権が発生したんです国家に殺人罪が成立したとしてもじゃあ刑を科すためには刑事訴訟でちゃんと手続きしなきゃいけないでしょつまりある権利やそういったものが権利関係みたいなものが発生したとしてもそれを実現することが必要になるじゃんそうするとこの実態法と手続き法っていうのは、まあ、ワンセットなんですよねつまり民法や商法で発生した権利は民事訴訟によって実現しますで刑法で発生した国家による刑罰権 これは刑事訴訟によってえ発生するっていう形であの一応で、ね、民法と民事訴訟法刑法と刑事訴訟法みたいに、まあ、実態法というのは権利の発生についてで手続き法というのはその実現についてとていう法律で、まあ、大枠としてはその区別というのはちょっと最初の1回目で意識しておくといいかなと思います、まあ、詳しい話はね本当にあの追って本論編の中でやりますけれども、まあ、最初の講義の中ではぜひ見ておいていただけると思いますで,で最後にその,、ね、その訴訟の話としてですね これ、まあ、民事訴訟の視点というわけではないけれども皆さんがこの、えー、じ事案の質問を受けました、まあ、法律相談として受けたとしますこれ、まあ、さっき言ったけど X、勝てそうですよね、X、勝てそうですよね。これもし法律相談を受けたときに、まあ、これ法律相談でこんなことを言ってきたときに X さんがね目の前にいて先生、これどうですか勝てますかって言われるときに勝てるって言っちゃっていいですかね。 これ民事訴訟法の話になるけれどもあのこれね実体法上は多分勝てますつまりあの言,言ってみれば実態法上っていうのは民法の世界では勝てますじゃあ仮にこれ訴訟にしたら勝てますかっていうとちょっと話変わるのよなぜならば訴訟には、まあ、これは民事訴訟で勉強するけれども立証責任っていうのがあるんですつまり権利を実現するためにはその権利を求める者がその事実を証明しなきゃいけないんですよ で証明できなかったら権利は実現できません言い換えれば勝訴判決出ませんじゃあこの問題、えー、例えばですねあの相手がまあ100万円貸したっていうことはもしかしたら借用書あるかもしれない100万円貸したってことは借用書があるかもしれないで例えばですよ訴訟で考えてください X が原告です原告って訴え方原告が100万円貸したから返してくれっていうふうに原告が裁判所で言いましたで証拠もあったとします借用書があるじゃあ次に Y が いいやいや時効が完成ししたたんだ5年間経ったでしょこれは何とか証明できそうですよねつまりね自分に有利なことを言うためには自分が証明するのだから X は例えばこのお金貸したから返してくれっていうのは多分 X, X が証明しますで原告は多分借用書か何か持ってけば証明できます、えー、じゃあ今度 Y が「時効が完成した」って Y が言うから消滅するって時は Y がそれを証明しますじゃあ Y 証明できるか簡単に証明できますよね だって暦があるんだから平成十何年から五年経ってることはもう簡単に証明できるよね、まあ、民主党では厳密に言うと証明不要とされますこれは顕著な事実といってじゃあ Y が消滅事項について言ってきましたじゃあ X はこういうわけだよねでも権利の承認したでしょって言ったら言うわけですよ待ってくれってあなたは言ったでしょっていう話がここで出てくるわけですよねこれ証明できます口頭だよね でもし仮に Y が「いやいやそんなこと一言も言ってませんよ」とかね「もし会ってませんよ」って言っちゃったらどうします、まあ、通常こういうので例えばメールが残ってるとか例えばね、まあべまあ、弁護士とかだったら内容証明郵便送ったりとか証拠を残すんだけれどもこれ確か口頭で100万円返してよって言ってそのまましぶしぶ応じただけでしょということは例えばこれが民事訴訟の世界になると X の,この請求権は通りましょうね。X の請求権は通せそう。でこの後の時効の反論については Y も通せそう。 証拠,も証拠はいらないからで X のじゃこの再反論これ証拠が多分通せない相手が違うって言ったら証明せえって言われるから裁判所にじゃあそのようなやり取りがあったことを証明してくださいで証明できれば確かにこれ勝てるよ証明できれば勝てるけれどもおそらく証明は無理でしょうね証明する方法は残ってないもんねで仮に民事訴訟で証明する時って一つだけ手段があるのよあの私が証人ですってやつ私が証拠ですってやつなんですよ つまり実際に直接やり取りしてるからその当事者である X が証言台に立ってこれは当事者尋問っていうんだけど証言台に立って、えーまあ、このようなやり取りがありましたっていうことを裁判官の前で証言するんですよ。でそれは裁判の中で裁判官に向かって証言するものだから一応証拠にはなるけどまあ普通信用されないんですよねだって当事者が言ってることだから。 なななのでやっっぱり客観的な証拠が残ってないつまりその当事者本人の証言というかこれは正直あの当事者本人が喋っていることは一応証拠にはなるんですよ尋問によってあの当事者尋問って言ってあるんだけどだけどそれは証拠にやっぱり証明力としてはそんな高くないからおそらくあの民事訴訟の世界では、えー、これは X は負け筋だと思われるそうすると仮にこれが法律相談だったらどう答えるかって理屈上かてっけどねってなるんでしょうね。 理屈上は勝てるけれども裁判じゃちょっとと厳しいよとだからこのやり取りがあったことを証明する証拠があるんだったら勝てるよでもなかったらもしかしたらあなたは理屈上正しいかもしれないけど訴訟では負けるかもしれないっていうことがあってそうするとやっぱりこの実態法とその手続き法っていうのはやっぱりちょっと違ってくるっていうことだよね。 えー、ところもあるので、まあ、そういうふうなことを、ねえーまあとあと勉強していくといいかなと思いますで特に予備試験を受験される方はあの、まあ、7科目に加えて実務基礎科目というのがあるんですよね、えー、民事実務基礎刑事実務基礎という科目があって、まあ、そういう科目の中でそういうい訴訟手続きであったりとか、えー、具体的な主張反論のなんかそういうい裁判実務みたいなものっていうのは出てくるので、まあ、その辺りは民訴と一緒にやっていくことになります。で一一応応ここまででが、まあ、講義で一応 今日扱ってないところについては、まあ、全体構造の中ではとりあえず割愛しているところですのでし、えー こここのところまで、ししっかりととイメージてておいいいただければと思いますで、えー、と次回の講義ですが、えー、と民法の1回目ということになりますね。で民法の1回目、もう1回、ね、最後に持参するものという形で一応、えー、お話ししておくと、まあ、レジュメ類ですね、えー、最初にレジュメ類としてあの講義メモとチェックシートと事例問題集っておそらく、まあ、3点セットみたいになっているものがありますので、まあ、そちらの方は持参していただいてであと、セブンサミットについては。 あの一応、セブンサミット自体はあの、まあ、参考資料という形ですねどちらかというとその判例であったりとか、まあ、分からないこととかが出てきたときに、まあ、調べていくというものになりますので、まあ、民法おそらく3冊あると思うんですよねで3冊あると思いますのでそのうちの民法1というものを、ね、一,応使う一応その範囲を扱うことになります。でただ 講義の中でセブンサミットを積極的に使うというよりはむしろ何かまあ皆さんがねご自身であの復習するときに何か言ってることを覚えてないなみたいな形でもしくは定義忘れちゃったなみたいな形で何か調べ物するときとかもしくは判例だったら詳しく判例ちょっともう一回読もうかなみたいなときにまあ調べ物という形で使うだからまあなんか他の勉強でいうと資料集とか図表に近いものになるのでまあ講義の中ではまあ積極的には示しません。で で仮に使うとしても、あの使うものを移します。なので、あの持ってこないことによってなんかあの。 なんかど何を見ていいんだろうってなることはないようにはなってますので、まあ、ちょっとまあ重いなという方はあのそのレジュメ類を持ってきていただければ OK ですであとはあの6法、ねえー、6法については1回目の講義からあの使っていきますので判例なし6法の方をま持参いただければと思いますではえと一応全体構造編は以上になりますので、まあ、あの次回からはあの民法の第1回ということになるので、まあ、本当に気持ち改めてということでえ進めていきますので、えー、まあ今日やったところについてはまあ,ある程度、ねまあ、パッと見ておいてねイメージを 掴んでおいてください。はい、じゃ、それでは本日の入門講座は全体構造編のま全1回ですけれども、第1回の講義になります。で今日はここまでといたします。それではお疲れ様でした。